30分トーク。はい、ということで本日のスペシャルゲスト、マユリカに来てもらいました。ありがとう。お願いします。マユリカです。東京来たてのマユリカ。はい、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってくれよ、その始まる前話しとって。これはダメですね。家賃20万やめてくれよ。一発目それじゃ誰が応援するんですか。可愛げなさすぎるよ。違うんですよこれは。いや曲折あって でもそういうあのいるじゃん芸人ってさ、その家賃を最初から重たいな。めちゃくちゃそういうちょっと昔語り。いや違うじゃないんです。それでもない気合入ってる系あじゃない。全然違うんです。14年え3年目だった。13年目だから結婚したもんね。はい、1年後輩で。いやほんま巻き込まさせていただきますけど、うん、全員そうなんですよ。大阪から出てきた人みんな巻き込んだな。お前自分一人で死ぬんやろ。お前今年だって4月に日社とか、はい、ロンゴードダディ紅ショーがさ、はい、シカゴ実業さみんな来て、まあ、そうなんです、ね、すごいよね。みんなそんなええとこ住み出したの。いやそれがほんまにもうちょっと下でもちろん探してたんですけど、うん、ほんま物価が上がってるっていうのと大阪から 2.5 倍っていうのとで、うん、ほんまにそんな値段になっちゃったんです。で土地も分からへんから東京の人にどこがおすすめかって聞いたら、うん、ちょっといい値段のとこのエリアをおすすめされてみんな知らずにその辺で探して。あ、そう。どうやって探すの。もう東京に来た時にバーッて探すの。いや、その大阪の人だって。もうこの日1日で部屋決めなあかんっていう日が1日だけあったんで、その日はもう丸1日部屋探して当てていいのなんですけど、うん、結局 3,4 件しか見れてないです。まあそうやな、 そんな行かれへんわな、うん、1日に。でその中でまだ良かったとこってやったら、誰もニューヨーク不動産でオファーなかった。こっちからオファーして良かったんですか。あれはなかなかむずいやろ、ニューヨーク不動産タイミング的に。あ、そうか、大阪住んでるから。そうやね、デッドラインがもうはっきり決まっとるからな。そうだから、そのエリアでこれぐらいの15ぐらいでとか言ったら鼻で笑われて、そのいやワンルームしかないでとかなって。はい、確かに。いやいや言ってるやん全部全部言ってるやん。これマジでいいです。まあまあそれはいいです。それは本当にさすがに。大阪の家でもこういう配信でなんか住所辻さんとかにこう言わされるみたいなノリになって、ポストに直接ファンレター届いたりしてるんですから。もうだって20万1000円やもんな。だからもう当たり前。大丈夫もこれ。ビール頼ませてほしい。やばいって。それもう限られてくるもんな。本当。でも大阪ではもうずっと安い狭いところに住んでたから。大阪いくらだったの。6万とかです。でも6万で十分やもんね。十分です。僕9万でしたけど、うん、9万なんてもうとんでもないとこ住めるやろ。いやそう、でもやっぱり大阪の9万よりこっちの20万の方が全然狭いです。坂本君も20いってんの。はい。ちらって見て、ちょっと待って、だから巻き込んだのはそうなんですよ。全員そうなんですよ。だからニューヨークドさん来てくれよ、それやったら。いや、行ったらよかったわ。マユリカ2人で探したのに。じゃ何もわからんから。ほんとよ。でも男性ブランコも2人ともニューヨークドさんラビットで来るですよね。2人ともね。そうですよね。だって平井なんていくらやったっけ。全然13万ぐらいじゃん。平井がだから1年前言い過ぎか。1年前よね。でも1年前に14万とかだね。いや、だほんまにそれぐらいかなと思って来たらそんなことになってるから、もうやばいなって。そう、言い訳させてもらうと、選ぶ時期もやっぱ一番高い時期に選ぶ。そうですね、そうですね、4月、そんなにちょっと、いやでもいいよ、でも稼いでないんですよ。いやいや、前よりかはだってもう大阪でもういやいやめちゃめちゃもう安定して稼いでたでしょ。いや、全然そんなことないです。そんなことないです。そのままの勢いでね、いいと思うよ俺。こっち来たら来たで休みめちゃめちゃあるし、4月。いや、そう、僕あやばいやばいってなってるんですよ、はい、だから今組んでるんじゃない。まあ来たてだから。ほんま、そうマジ焦るな。確かに焦りますよ。家賃20万にして心安らわないですよ。でも休みめっちゃあったら確かにそのそうだな、そのあれはあるな。20万ってちょっと焦るもんな、はい、怖すぎる。こんなとこ住んでるけど俺ってなってるんですよ。確かに。でも当たり前のようにさ、まあ、東京進出するやんか、大阪の人、はいはい、でもとんでもないことやよな。とんでもない。その住む街をそうそう、もう何百キロも離れたところに移して。そうですよ、そうですよ。でそこ拠点変えるわけやろ。はい。それすごいよな。今どういう気持ちなの。もう不安なの、この4月って。不安でいっぱいですね。でもさ僕はでもちょっと楽しみなの。ミーハーなんで。友達が増えたとか新しい街とかやっぱミーハーやから。あ、こっちはもうめちゃくちゃ人見知りやから。10年かけて大阪で作ったストックが。確かに、はい、まあ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 。でも会えるしね、別にこっちに出てきてるさ大阪の先輩とか仲間いっぱいいるじゃん。まあそうだね、まあ、そんなイメージじゃないよ。まあでもそういう
そうですね、でも無限大でもうポツンとしてもうてるんですよね。その全然大阪と違って他事務所の方とかその初めましての先輩もいっぱい来るから、ほんまもう知らん人に囲まれて人に見つかったゴキブリみたいに逃げたりとか楽屋からぶわーっと走って逃げたりとかしてるんで、あでもそうだな、確かにめんどくさいな、はい、そう考えたら大人になってから割とそのなんか疎いというか、うん、パッと来られてもどなたやろって僕なっちゃうんですけど、うん、中谷も全部ああ何期生の先輩でとか個人名も把握してて、確かにな、うん、そう右も左もから1年目とまたちゃうしな、いやそうなんですよ、13年目やから、いや確かにそのなんか不思議よな、まあまあ、え地元はどこだっけ、僕ら神戸出身です、はい、神戸の幼馴染で、あ、なるほどね、妹の名前ね、マユとユリカの名前ね、マユとユリカで、はい、マユとユリカか、キモいでしょってやつね、はいまあそう寄せとかで言うやつ、はい、そうやめてくださいそう自分でキモいでしょってプレゼンしてる感じやめてくださいあそうか13年目で東京もんでもそのさ俺といつもさまあまあまちまちかそうおのおのだよね、本当こっちに出るってコンビごととかで、まあそうですね、理由って、はいはい、何なのマヨリカの理由は何なの、確かにどういう空気感やったの、まあ、行くときの、うん、ほんまで言うとその周りに行った方がいいんじゃないっていう、その多選なんですよね、ほんとにそう、あの立候補じゃなくて割と別に、あ、前が東京ならよりいいんじゃないみたいな、多選です、ね、全然追ってもよかった、大阪に、あ、もう頭にもなかったですね、まだ東京っていう、あ、そうですね、はい、でもさ、男性ブランコとかさ、うん、みんな行ったやんか、ザ・ジーとか、あ、そうですね、あの辺はでもまだそんなに仕事なかった時にもう勝負しに出て行った、早かったもんな、今考えると、はい、そうかそうか、ある程度大阪で地域づいていくパターンはあんまなかったんか、いやまあ地域もあれですけど、はい、はい、そっか、でもえずっと大阪にいつかはっていう感じだったけど、いつかはぐらいですか、ぼんやりです、でもなんかほんまに、あそう、うん、別に大阪のままだったら大阪のままでもコースもあったんか、あそれはでもちょっとないかもしれないですね、あどういう感じなの、大阪の NSC に入った子らってさ、はい、みんなうっすらいつか東京行くと思いながらやってるの、そんなこともないの、多分そうやと思いますよ、なんかあのその話って NSC の時とかすんの、東京とか行くのとかって、いや一切せえへん、一昔前の、うん、ほんまに大阪で活躍して、うん、なんか全国にこう2回売れなあかんみたいなの、うん、多分最後じゃないですかね、あ、うん、今やったら東京でね、確かに確かに、一回大阪挟む意味があんまり、いや確かにね、はい、でも、うん、天下りがあるじゃん、あ大阪で、まあね、そうよ、あのまずちょっとさいい感じになって、はい、で東京でも売れたら、うん、あの人らさ大阪でまた番組やるよって、もう山ほどみんなやってるやん、誰の岡村さんと東野さんあんな人だって、まあね、いやいやばっかりじゃないですけど、悪心にすぎる TV みたいな、まあまあまあ、需要があるから、はい、 ね、それがあるよ今後、逆に東京でまたバーンって行って、なるほどなるほどなるほど、で50歳くらいになったらまた大阪戻って、それ天下りって言うてる言い方悪すぎる、ワードのチョイスが悪すぎる、悪いことだよ、天下りではねえよ、それで意味で大阪素敵なことですからね、凱旋やからそれは、うん、まあね、確かにそれはあるかもしれないですね、そうそうそう、うん、あで、そどっちがもう決定GO を出したの、東京は、確かにな、まあ、ちょっとこんなん言ってもらってんけどって僕が言って、あ、ええやんみたいな、そう僕は、あ、めっちゃいいめっちゃいい、行こうやみたいな感じで、じゃあ行くっていう、はい、行こうかっていう、スムーズにもう、中谷君はじゃあまあその坂本君が動いたら行こうかなみたいな感じだった、そう、まあその選択肢としてなかったけど、うん、現実的にそういう話持ってこられて、で、腰重いんですけど、あ、いいきっかけやなと思って、なるほど、行こう行こう、それがいつ頃の話や、多選があって中谷君に言ったのは、いつ頃の話や、10月、12月とか、そのあめっちゃ最近だ、最近やね、割とそう、あ、じゃあ行きたいってすぐ行けるもんなんやの、多分昔に比べたら今もだいぶスムーズに、はい、行きたいって言ったら行ける、昔はよく止められると聞いたけど、そうですね、それはなかったです、うん、逆にそう言われんかったらさ、いつぐらいに行くんやろうなって思ってた、いや、例えばなんか M1 の決勝に行けたとか、まあそれは言うよね、なんかそういうなんか一個きっかけがあって、ね、芸歴っていうよりは自分らの中でなんかこう、そうですね、なんかあったら行くんかなみたいな、うんうん、東京でも仕事もらえそうやなっていうなんかがあればという感じだったんですけど、独特な感覚やよな、それやっぱ東京で始めるとやっぱ、そうそう、そこが意外とやっぱ分からへんねんな、うん、その感覚が、まあ確かに、なるほど、で、コンビによってこっちが行きたい時期とこっちが行きたい時期が微妙に違ったりする人らも結構おるもんね、そうですね、確かに確かに、そのタイミング合わないとっても、うん、で、日本社長とかさ、ロングさんとか行く感じはたまたまこの被ったというか、まあそうなんじゃないですか、うん、みんなでせーので行こうぜみたいなことではないもんな、
まあそうですね、それはたまたまだと思う。いろんなとこも、紅生姜とかもタイミングがあって6組ぐらいに結局なったっていう感じですね。はあ。でも大阪の出番とかもやっぱ引き続きあるでしょ、言うても。いや、言うてでもまだそんな入ってないですね。そう、ほんまにちょこちょこ、はい、1回戻ったから。まあそうか、まあ、その出てくる前とか。やばいやばいやばいですよ、ほんまに。いや、ほんまレギュラーだってないし。まだ大丈夫。もっとも恐れてたことで、EA さんでもスケジュールスカスカっていうのが、ほんまに一番やってはいけないことというか、はい、不安でしょうがないです。まだ早いって。だいやいや、入ってるから、ほんとですか。大丈夫かな。こっから入ってくる。あれは、うなげのリンは、あれはどういう、どこでやっとるラジオなの。あれは神戸のラジオ関西っていうところで、ラジオ関西、はい、でもラジオ関西が東京にもあるみたいで、あ、なるほど、こっちでも継続できる。関西すごいもん、なんかレギュラーとかあったの他に。え、何もそれだけです、はい、でもあのラジオがもうほんま今すごいやろ、ポッドキャストとかとんでもない数聞いてもらっとったりとか。まあそう、ありがたい、そうですね、そうです、ラジオスターやねん実は、はい、マヨリカって。それのノリで多分写真集とかもめっちゃ売れたりとか。あ、そうです、本当に。坂本君のピンのライブがなんか300万枚やったっけ、はい、何枚300万枚やったっけ。トリプルミリオン。頭使って喋ってくれ。そんなわけないじゃん。300万枚でもなんかピアノのライブめっちゃ売れてなかった。300万じゃ3000とかじゃない。福山の CD ぐらい売れてるわけないじゃない。売れすぎてる。桜坂ぐらい売れてないです。1年ぐらい大丈夫ですよ。何枚やってる。3000万円。3000万。いや、違う違う、歌出してないです。もう引っ張られすぎです。いや、その配信のチケットがまあ3000枚ぐらい。すごくない？ピンの一人で。それはラジオの罰ゲームで負けた方が一人でやったことないけど、ソロライブをやらなかった。それやばい。そうだから一番人気あるよ、今。いや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 、ほんまに。いや、ピンで3000枚なんて聞いたことねえぞ。なんかもう昔の、だからラジオめっちゃ人気ある芸人のあの感じ。いや、ラジオだったのか。だからマヨリカが本当になんで人気あるか本当意味わかんないねって話を本当にしてた。本当意味わかんないねって話を本当にしてた。マヨリカにもしたやんか。マヨリカにもなんでお前ら人気あるのって聞いた。俺はそれでもだいぶマヨリカを調べようと思って。あ、そうなんですか。マヨリカのラジオもめっちゃ聞いたのよ。あ、聞いてくれたんですか。聞いた聞いた、めっちゃ面白い。で、嬉しいよ。なるほどなと思った。あ、そういうことかも。腑に落ちてくれたんですね。ダイアンさんに本当に似てるよ。前よりも恐れ多いですけど、ね、ね、ダイアンさんもラジオめっちゃさ、あ、ね、時あってさ、まあ、同級生でとか、あと関係性も似てるし、なんかちょっと、あ、幼馴染の感じとボケとツッコミの感じとかも、うん、あ、なるほど。もっとダイアンさんよりなんかイチャイチャが分かりやすいコンビとか。イチャイチャはしてないですけど。いや、でも仲いいなって感じ、本当に。もともと友達やから、やっぱり。ラジオは助かってます、本当に、はい。そうだね。だからそれ、何年やったのあのラジオ。2年ぐらいですか。2年。あ、まだ2年しかやってんの。2年ですね、はい、うん、すげえな、はい、またそのスポンサーがどこもついてくれてなくて。あ、そうなの。そう、だから自分らでグッズをこう売ったりとかして、その制作費を稼がないといけないっていう、ずっと自転車操業でやってて。あ、へえ。そう、写真集もそれできっかけで、はぁー、で、みたいな金集めです。あ、なるほどね。でもバンバンイベントやったらもうめっちゃ毎回入る。いや、そうよな。でも東京でも絶対あの周りの中で一番人気いてると思うよ。ほんまですか。うん、家賃払います。いや、じゃあ払えば払え、絶対。いや、でも20やから。いや、ちょっと待ってください。あ、何回も何回もその数字と場所を言うのやめてくださいよ。大阪ではマジで60くらいだったっしょ、給料。ちょっと待って、赤裸々さ。東京ってこんなじゃん。大阪で誰もそんなん言ってこなかった。もうちょいやろ、ごめん。もうちょいベースがそれで。ネイビーガフロがいくらの家賃すんの。皆が15ですよ、でも。ちょちょ、お前さ。お前それをしかも俺ら何年も前に聞いた。どんだけ巻き込むねん。だから3、4年前に皆川が15って聞いた。だから劇場だけのなんかベースで60はあったね。で、いやいやいや、100は言ってたな。僕、いや、100なんか、いやいやいや、ないないない。ほんまないですよ。僕らは、関西の賞レースとかを取ってないんですよ。ほんまに、もう単価がむっちゃ安いんですよ。めっちゃ安いですよ、単価。もう動き回ってるんですよ、ほんまに。もうあっちこっち行って、はい、もうほんまなんとか、もう。意外と無感の帝王か。帝王でもないです。だ上がらないんだ、上がらないです。ただの無感。あと、ケツはこっち来て25のとこ引きつつ。お前さ、嘘だよ、お前。え、ケツ、25ですよ。お前よりも
も高いよ。待ってよ。そうですよ。俺ようやっと1年前22万目黒の25万目黒の。はい、そうですよ。お前全員に嫌われるぞ。だから僕らなんてこんなのもほんまにケツはもうそれもう言ってんじゃん。マジでもう25は振り切ってますね。やば。確かにあれはすごいです、ね、むちゃくちゃやな。ミスとかじゃなくても言ってるな。言ってます言ってます、うん、かっけえな。言ったれじゃないと25。言ったれじゃないと辻君より高いとこ住んでるじゃん。余裕で。辻君より高いとこ住んでる。一緒ぐらいですもん僕ら。辻君一緒ぐらいだと思います。辻君の家賃も知りたいな。いやでもそれはでも気持ちはでも引っ越そうかでもでもさ今からさそれこそさっきの話じゃないけど、はい、大阪時代よりさ、はい、狭い部屋でさそう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 ちょっと同じくらいの家賃でっていうのはなんか気持ち的にね。そうなんです、ね、それはおのずとそうなるわな、はい、確かにな。え何の同級生小中幼稚園小学校3歳からの幼い、はい、中は中学校はこいつは受験して、まあ、バラバラやったんですけど、まあ、遊んでたっていう感じ。あ、じゃあずっとだ、はい、あ、じゃあ、あ、中谷くんだけちょっとええとこの中学行ったの。そうです、あのちょっとカトリック系の男子校に6年何がおもろいんですか。いや毎日カトリック系の男子校何それ、ま、毎日授業始まるたびにこうやって中学中高です、6年間カトリック系中高男子何がおもろい、何してんのそれ何がですか確かにそれ聞いたことない。え、勉強して苦労してカトリック系の男子校入ったそうですよ。中高中高じゃあまあめっちゃヤンキーとかおらんな。いないです、もう医者の息子ばっかりのとこにほんま普通の家庭の。あ、普通なの。めちゃめちゃ普通です。ちょっとじゃあ何英語とか喋れたりしたん。いや全くしないです。あ、そうなの。ほんまにもあの算数国語理科社会これだけやって。え、エスカレーターで大学行けるわけでもないの。高校までですね。うわ一番意味ないというか。そうだからもうしんどいな。中高男だけなんだ。そう男だけです勉強して。それ全然なんか違うな、普通じゃねえな。いやそうだからほんまに憧れてた。こいつは共学行ってたから修学旅行とかも女子と一緒に行くじゃないですか。僕ら男を130人とかで函館の夜景見に行ったりとかしてたんでめっちゃ憧れてましたね。小学校で賢かったの。なんか全然そうですね。なんか受験の特進コースみたいなの行ってましたね。あ塾行ってでも仲良かったんや。まあ仲良かったです、はい、ずっとなんでサッカー一緒やってたとかでもなくてただ仲いい小学生。まあ3歳からもう腐れんじゃないですか、うん、実家が徒歩2分ぐらいなんで。なるほど。その合間の公園でフリスビーして遊んだりとかずっとしてて、うん、してるやんフリスビー毎日やってるからこうやな。こっちもやってほしい。男子すぎる女子やる男子とそうやな、男子の時こうやるよはぁ、ね、じゃあ、はい、ほんとおっさんなじみの仲良しで、だから家近いから中学別でもよう会うみたいな。そうそうそうです、土日とかは連絡して遊んで、うん、はぁ、はい、仲いいな。それすげえね。だって中学でもう学校が全てなるからさ、うん、もうあんま遊ばんなるやんか、うん、でもなんか、うん、そうですよ。高校に坂本が行った時に、うん、なんか周りとあんまり馴染めへんかったみたいで、うん、そうだね。だから坂本くんがあんま人に選ぶ人やから、バチハマりしたやつを大事にするから多分意外と坂本君が話さへんかったやろ。長谷君むっちゃアホなんで、やっぱ、うん、アホなの。僕バレアホで、あの都道府県がどこがどこかもわからない全くわからないんですよ。で高校で、まあ、そういうとこそこしか行けないっていうとこ行っちゃって、そこがもうヤンキーまみれやって。なるほど。あ本当に合わなくて。ああ、それきついな。はい、それきついな。そのおとなしくて頭悪いやつ一番きついもんね。だいぶきついそのそういうところに放られると。しかもそのむちゃくちゃ頭の悪い大学にエスカレーターで行けるんですよ嫌なエスカレーター嫌なエスカレーターやな。無理してチャラいやつらと一緒に休み時間鏡でこうやって髪の毛こんなんやったりして無理やり馴染もうとしてたりで、それの愚痴を言うてた。言うてたな。ちょっときついわ、しんどいわみたいなのをずっと聞いててあでも切り捨てへんかったよな。別にもうカトリックの方が楽しいってならんかったよ。いやカトリックの方がっていうか別にそのいやいや、この高校の連れ中学の連れとの方が結局仲良くなってまいがちやん。ただでも僕その学校はめっちゃ遠かったんですよ。僕神戸に住んでたけど姫路の学校に通ってたから。姫路にカトリック。いやあるわありますって。嘘だろ。姫路城の敷地内にトイレの窓から見えるところに姫路城ある学校やって。カトリック。カトリックの姫路に。姫路に。はい、
で、だから遠いから、まあ、そっち行くより地元せめてこっち行くと思ったらこっち行くんや、神戸からそうそうそう、逆方向行ってて、で、よう遊んでたんですよそうですね、あだからあんま、なんつうの、休みの日とか遊ぼう思ったら家遠いんやそうそうそう、わざわざ 2時間ぐらいかけて行かなあかんからあえ、部活は遠いな部活は機械体操部ですあ、そうや、バクテナできるなそうそうそう、鉄棒とかそうだ、中高中高ですめずいな何がおもろいマジめずいいやいや、僕はもうそんなにその体操やりたくてそこに入ったもあるんです僕は何がおもろいいやガンバフライハイっていうね、はい、体操の漫画頑張り頑張り、ね、アニメは頑張り森末ねそう森末さんが森末慎二さんが原作の、うん、あれを読んで、うん、体操やりたいってなって、はい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 、キャプツバ読んでサッカーやるみたいな感じの体操版すげえな、はい、あれ胸で回るやつな胸で腰で回ると低くなるから宙返りは胸で回るあ知ってるよバケツに足入れてなそうですアンバーやるやつね。ね、アニメ見せてよ。そう、あれ見てた。あれ見てた。熱く焦がした鼓動。俺漫画やから知らんわ。それがオープニングのキラキラ奇跡歌えるんですかこれ。タイトルまで覚えてなかった。キラキラ奇跡ですか。いや、でもめずいな。ちゃんとそれに影響を受けて。そうですよ。めっちゃ格好よ思って。やばいそれ。漫画。何が重いね。漫画ってすげえな。いやいやそうです。やっぱ。まあスラムダンクもそうやし。まあスラムダンクとかそれこそさキャプツバとかあるけどやっぱ漫画ってすごいな。なんで体操やってたのに涙だって。機械体操やりたくて姫路とか。そういう言い方するからですよ。え、機械体操部調べたらそこしかない。そう、機械体操部ってあるやろ絶対。いや、お金かかるんですよ。私学じゃないとやっぱ器具高いから買えないとか効率あんまりなくて。ああ、そうなんや。もうあってちょうど学力と合うとこで行ったんですよ。強かったの？めっちゃ弱いです。めっちゃ弱小。大会出たらもう赤っ恥かきまくる。みんな教えてくれる人がいなかったんだあの先生はやっぱすごい先生がいたんですけどやっぱ一応進学校やから部活の時間もあんま取れなくてなるほどねあんばとかもみんな大会出たらぐるぐる回るけど僕らもうあれ回れないんですよあでも足乗せてこうやってそんなやっぱお遊戯会みたいなやつやって頑張りつつ全部最初のやつやペコンペコンってなってあれがずっと3点だそうみんな 9. 点なんぼとか取るけど僕ら 2.35 点取ってだからまあ坂本君とも遊べたんやねそうですそうですそんなに部活も忙しくないし部活ってなってないからそうですそうですえ、坂本君は何してたの僕ソフトテニス部あ、軟式テニス軟式テニス中高中高、まああの高2で先輩と一緒に引退していやいや、タイムやろそれ頑張れタイムやし引退ちゃもうあと1年で信じられへん引退したのは先輩だけだから一緒に引退したんですよ、ほんまにあなた途中で一緒に抜けついてたなんでそれ引退、いやもうあと1年が信じられへんかった信じられへん部活って全然3年間ぐらいやる3年なってから楽しいんじゃないの試合とか全然楽しい最後のね、引退試合とか確かにね、もう後輩だけになっていやいや、全然もう一緒引退しようと思ってそうなんだあでも、はい、ずっと中高同じ部活をやってたんだね結構まあまあ確かにあ、まあ、まあ1個のやつを、はい、やってるなそうです一応、うん、で大学は行ったのエスカレーターでエスカレーターもエスカレーターで行ったんですけどもう、まあ、何のこともなくほんまに1年で単位2とか3とかでもやめたんですよ楽しなさすぎて行ってなかった人と馴染めなくてなんか天体観測サークルとか入ってた何も楽しくなかったそっかじゃあ結構きついなもうそういうとこあるんだねあそうなんだ大体もう結構きついで高校からずっと楽しないなそうですそうです、うん、ああそうか部活も一応やってたけど、はい、別に、まあ、そんな真剣じゃない偉いよな諦めてねえよなちゃんと部活やったりサークル入ったりさ、はい、そう頑張ろう捨ててはないよね捨ててはないですよもう勝負、ね、彼女とかいたのその期間いないその時はいやいやいやいましたけど童貞でしたねずっとああそうなんだどういうことえいたのにいやさもうこれ以上言うことないですいたのに童貞やったいや高校の時初めて彼女ができたって言ってでも童貞すぎて、うん、そのデートとかも何していいか分からへんから、うん、あのスイミングスクール行って知らん子供が泳いでるの2時間見てたんですよああめちゃくちゃすごい上級者やること分からなすぎて分からなかったであああれで付き合ってくると何もせえへんみたいな何もできなくてで大学でもそのチャラい感じのやつらとかもおったけどはい全然何じめずあーはあじゃあ結構人生おもんなみたいな感じが何年か続いてたってことそうですね、でもそれの時に中谷と一緒になんかオーディション受けに行ったりしてたんですよなんかベースの
ちょっと待ってくれ、LAC 入る動き出したよ、 LAC 入る前に一般で趣味みたいな感じで、そう、あの素人も受けれたんですよ。え、ちょっと待って、中谷君はあの頭へ高校からどうなったは、全然勉強せずに、うん、僕はその漫画をずっと描いてて、漫画家になりたくて。そうやん、漫画もあったわ。で、忘れてた。少年サンデーとかに賞を出して。それ高校の時？中高ですね。あ、じゃあ機械体操やりながら、すごくない？勉強はあんませずに漫画を描いてたんです。でも2時間片道かけて、かけて、はい。すごいな。だからもう成績がずっと悪くて、行くとこないでってなって。あ、じゃあ落ちこぼれやん。めっちゃ落ちこぼれです。だからもう芸大、名前書いたら入れるような地元の芸大に行くことになって、うんうん、で、それはそれなりに楽しくこうしてたんですけど、え、漫画はその坂本くん見せたりしてた？あ、高校の時に見せました、うん、で、なんかこうアドバイスもらってみたいな。いや、あの、今ほどそんななんか、まあ今やったらつけとけばいるんですけど、うん、まだちょっと気使う関係あって、うん、なるほどって言って、まあそうやね、まあ、おもろいとかじゃなくて、でもなんか賞とか送ってなんか、そうですよ、取ってた、そう取ってたんです、すごくない、賞取ったりしてたの、そう、少年サンデーの賞をもらったりとか、すごいな、まあ、それはまあ中高生にしては絵がうますぎるっていう、その絵で評価されてて、すごい、いやいやいや、え、どういう内容の漫画描いてたの？むっちゃおもんないですよ、ほんまに、やばいな、お前、とんでもなく、ちょっとびっくりするぐらい面白い、絵はうまいなんか、逆じゃない、普通芸人が漫画描いてる。確かに、しかも中高生にね、確かに、まあ、いっちゃうけど話は、いや話も面白かったですよ、なんかそいやな、魔法学校の話で、なんかこう、うん、結局すごいこうバーってなんか展開したら黒幕が担任の先生やったみたいな、エグいやろみたいな、こんな車線入りますってやってるから、そうやろうなっていう、やめろやあ、でもすごいね、絵はうまそうやな、いや、そうです、そうです、見たいな、それすごいな、え、で、それやりながら芸大入って、まあ、どこでもどうせ楽しいやろ、めちゃめちゃ楽しくやってて、うん、でどうやって芸人そのオーディションとか受けることなの？で、まあ、僕も漫画もちょっと伸び悩んでてどうしようかなみたいな時に、その実家の下に夜呼び出されて、大学生の時に、うん、で、そのずっとお笑い好きなのは知ってたんで、ずっと遊んでんの、同じぐらいのペースで、はい、うん、その途切れることなく、そうですね、はい、すごいな、それスケボーで、お笑い好きなのめっちゃ知ってたんですけど、うん、そこで、うん、夜家の下で、うん、そのお笑いやってみーみたいな、で、俺らやったら多分すぐ関西のテレビぐらいやったら出れると思うでって言われて、おすごいな、で覚醒したの急に、で、バチンって僕も何も分かってない、僕も何も分かってないから、うん、せやなって言って、そっから10年マジで出れなかったんですけど、テレビもずっと出れなかったんですけど、それ坂本くんは何だ、ふつふつとあったの、ちょっとどっかでやりたいな、自分の中でも高校のつまらん時からもうずっと決めてた、なるほど、決めてたんや、もうそれは中谷君って決めてたの、ま、まあそうですね、はい、2人みたいな関係性の友達は2人しかいないの、あと何人組とかじゃないの、いや、まあでもいないですね、3歳からはいないですね、小学校からの友達で、ね、まあ、たまにこいつがおったりとかはあるってこと、新しいやつがおって3人で遊んだりとかも、あ、まあまあまあ、います、います、はい、4人5人で遊んでたんですけど、で、まあ芸人になろうって決めてたんや、その全然おもんない高校時代の時に、はい、で、そうです、オーディション受けに行ったりして、そこがもう逃げ道やったんです、その生活の、あ、だから宝くじ毎回こう取るから、なんとかこのつまらん人生生きてられるみたいな感じや、月に1回車乗って大阪まで行ってオーディション受けて帰ってくるみたいな、そのネタとかは何、最初全部、はい、あれ坂本が書くの、あ、そうです、はい、書いて中谷に見せて、そうです、じゃあちょっとこれやってみるとかつってやるの、深夜の地元の公園の山の中みたいなとこで、すげえな、え、そのオーディションってどんな感じで、やっぱネタやって、はい、ありがとうございましたみたいな感じ、そう、まあ、で、その時は、うん、ネタの途中でこう切られたりとか、あ、よう聞くやつか、ソングショーみたいなやつ、 あれ誰でもいけんの、当時はお金払ってチケット買えば誰でもいけたんです、はい、よう聞くやつや、大阪の人の話で、だから、ニューヨークさんの1期上の期、うん、だから14期さんが1年目出た時ぐらいに一緒に出てたんですよ、うんうん、あ、でそこでもし受かっていたら先輩やったってこと、出たかもしれないですね、そうですね、うん、でじゃあ全然受からへんかったってこと、そうですね、泣かず飛ばず、うん、やっぱめっちゃむずいんや、なかなかこう、そっか、やっぱその素人はやっぱどうしてもトップバッターになって、うん、でもネタ最後までやらせてもらえても合格にはやっぱならないです、え、それさ1ヶ月1回、まあ、最初行った時どんな感じだった、受けたの最初は、もう、あ、もう人前でやるの精一杯で、二人ともネタ飛ばしてもんで、ああ、なるほど、でもとリカバリーする技術もないから、うん、飛びましたね、飛びましたね、あーって、そうなるよ、切られて、ストレスで二人とも、それさ、お客さんとかどんな感じじゃん、おんの、いますよ、いました、いました、はい、結構いました、へー、
何それ、すごいな。えで徐々にまあまあなんとなくこう形になってていうか、やめへんのがすごいな、まあ、そう徐々に。でも良くないってなりそうじゃない。そう、受けるまでさ時間かかったんじゃないの、そのすぐ受けた、次ネタを飛ばずにやれた時。やりましたね、でもなんか、うん、1年間ぐらいこうやって受けて、まあ、ちょっとずつ受けるようになってきたけど、1年間さ、そう趣味じゃん、趣味で趣味だから、月1回だけか、月1回だけだからまだいけちゃうっていう。そう、はい、で、毎回新しいネタとかしてた。そうです、そうです、はい。へえ、どっちかがさ、もうええんちゃうみたいな感じにはならんかった。ならないです、僕がそれなくなってもうたらえらいことになるんです。そっか、唯一のすがってるやつやし。でも僕も楽しかったです、そのテレビで見てた芸人さんとかもおるし。でも大学も楽しいわけやろ。大学も楽しい。で、どうすんの、 NSC 入ることなんの。そうです、もうなんか結局これもう NSC 入らな多分通らへんなってなんか自分の中で思って。俺らも才能ないんちゃうっていうモードにはならんかったんや。それはならんかった。それなかったですね。で、友達もやっぱできない、横のつながりもできひんから、やっぱ NSC 入ったら同期ができるし、の方がええんちゃうかってなって2人入るっていう。それは中谷君大卒した、大学卒業したタイミングで。いや、2年大学行って、うん、でもう坂本大学顧問なんか辞めるってなって、うん、で、僕は大学行っときたかったんですけど、うん、いやもうそんな行っても意味ないで、どうせ役立たへんから、お前もやめろみたいな感じで。すごいね、坂本くん。で、今となってはほんまにやめてよかったんですけど、ダブルスクールなんか無理やったし。NSC 入るタイミングでやめたの。そうです、そうです、入るためにやめました。え、中谷君、分かった、やめるっつって。だいぶ渋ったんですけど、あまりに毎日それ言ってくるから、もう、まあ、分かった、もうやめるわって言って、二人で入る。すごいな、ようやめたな。マジすげえ。めっちゃ嫌でしたね。でも、ほんまにもう俺にはこれしかないみたいな目で、やめた方がいいよってずっと言われるから。はあ、じゃあ3年になるタイミングぐらいでやめてる。そうです、そうです。だから20歳で入ってる。で、今33か。33です。はい。すげえな。すげえな。だってさ、ええとこの子じゃないの、中谷も。なんだかんだその、まあ、カトリックの入れてもうてさ。そうです。そのめっちゃ裕福ではないですけど。で、頭も良かったんやろ、多分、小学校の、うん。小学校の時とかはまあそうですね。うん、え、親とかどんな感じなん、それで大学辞めて。いや、その、あのもうどうせ一握りやからそんな無理よみたいな感じでは言われてましたけど、まあ別にそんなに割と放任というか好きなことやって、へー、うん、はぁ、すげーな、やっぱすごいな芸人になるって。そう、ね、変なことやな。や、変なことですね。そうですね、自分ら棚に上げて人の話聞くと本当やばいなと思う。芸人になる、まあ、それぞれみんないろんなきっかけで入ってきてますね。ダンスブランドにも思ったけど、やっぱやべえわ芸人になるって。なるほどね、はい、ごめん、30分超えてもらうということで、あっという間、ありがとう、ちょっともっといろいろ聞きたいこと、聞きたいね。でも東京始まったばっかりっていうのがすごいね。いや、そうですね、どうなるか、そのタイミングでちょっといろいろ聞けたのがちょっと楽しかった、うん、ありがとうございます。またお願いします。ぜひとも、ぜひとも。東京で、はい、お願いします。ほんま家賃払う。可愛がってください。いろいろ呼んでください。いける、いける、お願いします。ありがとうございます。本日のゲスト、まゆりかでした。ありがとうございました。ということで、本日のゲスト、紅生姜に来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。紅生姜。東京に来て、何ヶ月経ちました？今が2ヶ月半ぐらいですかね。慣れてきた街は。いや、最高に楽しいですね。あ、本当？楽しいよね。もう何歩いてても、もう道一つも、匂いも全く違いますし。あ、大阪と？そうです、そうです。でもちょくちょくは別に昔から、たまに東京来る時あるでしょ。来る時あったんですけど、まあ、住むと全然違う。そうですね、住むと。で、ライブはなかった。基本テレビで来てたんですよ。なるほどな。劇場ではなかなか。一回も手応えなく帰ってたんで、今まで大阪に来てたのは。そんなことない。ほんまに一回もなく帰ってたから、いつも嫌な気持ちで帰ってたんですけど、うん、やっぱこうゼロから住むと、そんな東京うまいこといかんイメージなの。すいません、いや大阪から出た時は、はい、テレビで一回もなんか W で毎年来るみたいな感覚やったんで、負けて帰るんで。ああ、なるほどね、はい、3回ぐらい4回ぐらい行ってる。うわ、めっちゃとんでもない決勝行ってるやん。、はい、でどこ住んでんの稲田は。言わないです。いやだからさっき出てるんですか、本番前に何気にどこ住んで、ね、東京来たばっかだからどこ住んで、はい、教えてくれるじゃん、はい、そうですね、家賃教えてくれる、はいはい、別に言わへんやん、全然回ってない前、回ってないとこで、はい、言わないですとか言って、それはだから俺らがベラベラ言うから言わへんのかなと思ったら、はい、誰にも言うてない、まあ、ベラベラ言う可能性も多いにあると思ってますし、みんなに言うさんはね、あんま言ってないですね。
あんま言ってない。いや、それバレたらしょうがないと思ってますけど、基本テレビとかラジオとか全部聞かれるんですよ。中川家さんとかのラジオ行かれた人、中川家さんもその本番中じゃなくて裏で聞かれたんですけど、うん、裏でも言います。中川家さんにも言わんの。言わないです。いや、そのだから回ってるとこで言わないのまだ分かる。そう、裏でも言う。いや、言わん方が盛り上がってまうやん、こうやって。中川家さんも食いついてきたよ。いや、そうなんで、食いついてくるんだ。いや、食いついちゃうよ、その先輩は。こんな変なやつおったら流してほしいんですよ、言わないから。大体でもいいの。どういうことそのバレると、まあそうか。なんで言わないといけないのかってすごい思ってて。大阪の時は大阪でそんな聞かれないですよ。いや、じゃあ話弾むじゃない。そうそうそう、あ、オレンジ近いわとか。あ、そこだったら近くに。すごい声大きいですね。びっくりした、2人で。びっくりしました。そこまで知りたくない。そこまで知りたくないのよ、俺も別に。でもきっかけやん、その話。みんな熱くなるぞ、これで。ほら、あの、美味しい居酒屋さんとかさ。そうなの、そうなの。紹介できたり。自分で見つけます、大丈夫です。まあ、自分で見つけて。いや、だから、でも、飲みにとか行くんやろ。行きます、みんなと。めっちゃ行くよね。一人でも行きます。はい、で、飲んでさ、ちょっとこう、兄さんとかやったら、タクシー、方面一緒やったら乗ってこうぜ、みたいな時は、どうすんの。まあ、乗ったり乗らなかったり。乗る時もあんの。はい、乗る時は、まあ、一緒やったら乗りますけど。え、じゃあ、ちょっとほろ酔いで、あいなだ、どこ住んどんって聞かれたら。言わない。え、俺タクシーで帰るから、もし近かったら。あ、もう大丈夫ですって言います。え、夜中3時でも。そう、夜中のさ、終電超えたくらいに飲み終わって。もういいじゃないですか、別に。なんでこんな気にたがるかが間違いない。でもみんな割とそうじゃない。いや、いや、だから先輩からよく見るやろ、この状況。多分電車ないから、こうみんなおののタクシー代出して、あの、返してくれたりするじゃん、タクシー。そうです、ありがたい。あの、どこ住んでんのって。じゃあそこまで乗ってけって。どこ住んでんの、どうすんの。いや、23区怖いです。腹立つ。出せない。それどういうやつ、それ。言いたくない。なんかめっちゃ聞いてくるのが怖くて、東京の方の。あー、え、だって大阪の時は。大阪は、まあ、まあ、ほんまに聞かれたことなかったの。どこ住んでる。嘘つけや。そんなわけないやん。いや、また大阪は基本的に近い、みんな周りやから、あんまわざわざ聞かんみたいなあるんすよ。ほんまに。基本、まあ、基本そんな、どこに住ん、どのあたりとかもそこまでなかった、私なかったですけど。ええー、はい、あ、そうなんや。人とかにも言ってないでしょ、あんまり。言いたくないです、はい。へぇ、あ、じゃあ1人の時間とみんなでおる時間をもうめっちゃ分けたいタイプ。え、そういうわけじゃなくて、なんか静かいなって思うだけです、今、この、どこなの。いや、グイグイ、グイグイ来られたら言いたくなる。めっちゃガサツに聞いてくるのが嫌なんか。ガサツとかじゃないから、そういうの。え、じゃあ、普通ガサツじゃない。知らない方もいらっしゃいますし、スタッフさんとかね。あ、さほかにも全員聞こえるんじゃないですか。じゃあ、喫煙所で2人ですっごい、タバコ吸わないです。あ、じゃあ、すっごい綺麗な夜景を2人きりで見とる時やったらいいの。めっちゃ素敵な雰囲気で。気持ち悪い。素敵な夜景でいいです、聞いてくるの気持ち悪い。素敵な雰囲気でナチュラルに。いやいや、そういえばさ、もうガサツさのかけらもない声の声量でやったら言うても可能性ある。言わんの。家のタイプも教えてくれ。どういうタイプ、家、どういう家住んでんの、とかも。それは、どういう家住んでんので、いや、そう、それはいいや。いや、そう、そっからなんかバレるからみたいな感じで。いや、大丈夫か。その、大麻とか育ててるやん。いや、じゃないとおかしいぐらいの、くらいの。か、なんかさ、おかしいやん。そんな。え、熊本プロレスは知ったの。私はまあ一応はなんとなくは知ってるんですけど。ああ、なんとなく、なんとなく、まあ、場所とか駅は知ってます。え、じゃあロケとかで行くのとかもありえへんってこと。今んとこ断るかなと思ってます。うん、断るかな、ね、そんなもんない。家は、はい、家のロケね、バレるかもしれない。大阪の時もないの。大阪は、え、何回かあります。え、ロケ、はい、ロケいいですよね。ああ、そうなんや。問題ない。東京来たから。そうなんです、急に。なるほどな。いや、マジでベリーヨーガと何回か一緒になったり、はいはい、顔見知りって感じで、はい、そう、ゆっくり喋ったことない。そうなんです。何も知らんねん、ベリーヨーガのこと。もう出囃子が浜崎あゆみのことだけ。そうです、大好きなんで。あれは最高の出囃子なんやけど。だから、何期で何歳かも俺知らんもん。あ、今の、そう、家の情報だけじゃなくて。そうですね、それは聞いていい。何期で何歳。33期は言ってます、はい。何歳か。何歳言ってないです。あ、だから。いや、そうで
ですよ。え、俺さっきプロフィール見たら書いてた気がする。生年月日とか書いてるんですけど、自分から言ってるんです。何歳ですっていうのも言わないようにしてるんです。あ、そうだ、はい、そう。あ、でも隠してはない。30だ。あ、ダンブラとか一緒ってこと。ってことやんな。私はキーは一緒です、ね。はい。キーは久保さんが2期下なんで。あ、そうなんですか。はい、私後輩なんです。あ、33、35ってことですか。35です、はい。そうか。ユリアとか、はい。ユリアだ。年上、はい、からしれない。レインボーとか、あの辺だね。そいつとか、はい、そこ一緒で。あ、そう。89年生まれ。1月の。兄弟兄弟。あ、兄が一人います。34? 他に兄一人だけもうなんか2人くらい兄弟隠してるこいつだマジでめっちゃ難しくてなんかそのそう隠すけど兄が1人、はい、プロフィールに書いてるんですよ何してるかお兄ちゃんですか。お兄ちゃん、電気系の仕事。なんで教えてくれんねんすか。それの方が言いたくないやろ。いや、電気系ってなんだよ。だから、で、熊本プロレスさん何歳。私は32の年ですね。2個下か。だから、ね。はい、33の年か、33歳の年で。だから、芸歴も2個下やし、年齢も2個下。そうなんです。そうなんです。だから同じタイミング。そうなんです。本当に同じ、はい、ちょうど。いや、ビリついてるやん、年齢の話。やめてない。申し訳ない。でも嫌なことは聞かないから。これもういや私が最初になんか漫才の冒頭でなんかこう私もね、うん、33、35になるんですけどみたいなことをなんか意味もなく言うことが結構多かったので私がまあでも何歳かってなんか俺らも言うよ毎回そうなんかあるじゃないですかねはいそうなんか雰囲気人間の感じをしても人間を言ってたら終わってからそう年齢ってそれさなんかボケとかに関係ないですよ言う必要あんのっていうふうに怒ったのが最初でああ、はい、でまだ29の時とかは別に何とも言ってなかったんですけどあそうなんやそこは女性の感じやなよあの年齢そんなまあまあ、まあ、そっちの方が全然わかるわそうなんですそれは住所住所まあ住所なるほどねそしたらえどういう感じその一人で入ったのそれ私は一人で入りましたはい、どういうタイミングでどういうタイミングその高卒で入るとか大学の4回の時にダブルスクールみたいな感じですあなるほど、そのパターンだ。はい、もう4回戦の時に入ったんだ。みんなが就活しだした時に、はい、もう芸人になりたかった私はない、結構お笑い追っかけとかしてたんで。あ、そうなんや。誰のファンやったの？ブラックマヨネーズさんから入って、うん、で、サバンナさんで、キングコングさんで、最後、プリマダンナ。だいぶ近いよ。2年しか、3年しか。マジで、はい、でもプリマダンナさん早かったもんねもうイケイケになるのが、はい、あじゃあもうかすってるやん大学 1,2 回の時にもうプリマダンナさん好きだったみたいな感じかそうですよ NC 入る1ヶ月前まで出待ちあもうそのレベルだ、はい、結構劇場も足運んでくらい結構行ってますでも自分でも芸人やりたかったやりたいなっていうのはあったんですけど親がまあちょっと先生とかやってるんでおーあーそうなんだ大学は行かなきゃいけないみたいな学生時代なんかちょっと漫才やったりしてた確かに漫才はしてないと思うなんか踊ったりとかなんか演劇とかやったら前には出てましたけどあえじゃあ飛び込んだんだ大学生の4年で一人で、うん、あそうですそうです、はい、それすごいなすごいね、うん、それ結構周りの同級生とかもびっくりするしまあでもなんかあんま言ってなかったです別に言う必要もないしあ、まあまあまあ、わかる。俺も誰にも言ってない。それは。あ、すごいね。でも、でも、稲田は就職とかどうすんのみたいな雰囲気になった時どうしてたの？なんか学校もう一個通ってるみたいな。ダブルスクールって言い聞かせる中で。なるほどね。確かにね。ロースクールとか通っとる感じのイメージや。はい、でおかんがなんか就活のセミナーとか行ってました。よくわからんけど。あ、なんとかしたかったんやな。はい、稲田は多分。なるほどね。そうね。あ、じゃあちょい反対気味だ。だいぶ反対気味。まあそりゃそうだよね。へえ。そうそうですね。結構まだ。はい、今でも？全然。こんなザ・ W とか全国ネットで決勝4回ぐらい行っとんのに。全然意味ないです別に。へえ。マジで。確かになんか怖い先生みたいな雰囲気あるもんな。稲田自身が。ないです。いやでもいや本当にないですかいやいやそんな会話ないないいやいやなんかあるないです私ないです怖いねお母さんめっちゃそっくりですこんな感じでお母さんほんまそうやろななんかもう絶対にお母さん全然怖くはないですけどなんか変わってる感じではありますあでもお母さん会ったことあるでそうなんですなんか反対をしてるんですけど一応まあ家にちょっと
あのロケとか YouTube 撮らせてもらったりとかは OK で、すごいな。そうです、結構その行ったらそのあのピザとかも振る舞ってくれて、あの2枚用意してくれて、あの普通撮影の人も一緒に行ったんですけど、全く同じ味のピザを2枚用意してくれて、まあまあまあ、でなんかサラダとか作ってくれて、あの 赤キャベツ、まあようできたお母さんだよね、はい、そういうところ。でも心の中ではまあ芸人今辞めるって言ったらちょっとホッとする感じなんかな今。あ、そうだと思います。へえ。で熊本プロレスもう同じ年に入ってるわけよ言ったら。年齢で言うと私は、あ、そうです、大学3回の、みんなが大学3回の年ですけど、うん、私はフリ大学1年で中退して、うん、フリーター2年してあ、1年で中退したんや。大学1年の時に思った。私その広島 の、 あの原爆の資料館で働きたくて、うん、ずっと歴史の勉強してたんですけど。へえ。でも出身広島の。出身あの兵庫です。でちょっとそう戦争のことをちょっと調べてて、でいろいろなんかほんまに良くないけど、うん、なんか 何かしたいっていうので、でその時にもうそこで働くしかないと思ってたんですけど。めちゃめちゃしっかりした夢あるやん。そうやそうやったそうなんですけど、その大学が女子大入ってもうて、うん、女子大がおもんなすぎて、やっぱそのほんまにそんな心の高いやつがどういう意味のおもんないやつ。いや、おもんないって、女の子たちがおもんないんじゃなくて、やっぱ私その男性ごらんっていうのがやっぱほんまにしんどくて、で、ほんまに女子で小中高って共学やった。共学で、でも楽しいやってたんですよ、ほんまに、うん、男子と交流していっぱいして楽しんでたんですけど、急に女子大行って、うん、でその女子大もなんかもうほんまにもうとてつもない、もう100段200段ぐらいの階段もなんか上にあるみたいな大学で。なるほど。え、でもチャラい女子大もあるやん、そのオールランドサークルとかにガンガン入るみたいな、そういう感じじゃなかったね。なんかあのほんま神戸に来たい人が、うん、来たいだけで集まるみたいな大学なんかその神戸という街が好きな人が集まる大学みたいな感じで。でもチャラくはないんだ。どれぐらいで辞めたの1年の、前期、うん、前期の時点で、まあ、夏休みぐらいで、夏休みも単位まず10単位ぐらいしか取ってなかったんですけど、でその時に学祭、後期の一番初めの学祭あるところで、うん、まあ、お笑いのライブやってて、うん、でプラスあの俳優さんの トークショーみたいなのある学祭で、あれ見てもうなんかこっち行きたいってなって、もうはい、あそから後期のそれ学祭だけ見てやめたんで、だから一応1年分の学費を払って。ああなるほどな。そうです。じゃあ普通昔からちょっと芸人になりたかったの。小学校の時とかはなんかお笑いクラブっていうのは入ってたんですよ。お笑いクラブ、お笑いクラブっていうのがあってそのお笑いクラブとなんか肥満クラブっていうのをなんかの両立して入ってたんですけど。なんだそのクラブ、肥満クラブ、クラブって何だそれ。クラブ今の時代でもないんで、コロコロコミックスみたいなさ世界観じゃない。何肥満クラブ。ほんまに実際ほんまに多分あの当時の人は、あ、そうです、太ってる奴らがほんまに放課後におもろいデブが集まるクラブ。おもろくないデブ。お笑いは別だもん。お笑いクラブとはまた別。肥満クラブとお笑いクラブ。どういうクラブ掛け持ってんの。お笑いクラブと肥満クラブ掛け持ってんの。一緒でええやん、お笑いクラブと肥満クラブ。何しての肥満クラブ。おもろいやろ、多分それ。肥満も肥満クラブと活動内容めっちゃ肥満クラブは、まあ、ほんまに健康診断で肥満って出た子らが放課後にあの前に名前呼ばれて、前に出させられて、紙配られて、今日から肥満放課後毎日肥満クラブに行ってくださいって言われるの。これもマジなんですけど、ほんまにほんまなんですよ。だから前向きなさ、要は運動しようぜみたいなことやよ。なるほど。でも運動じゃないんですよ。それはなんか校庭を走るとかじゃなくて、うん、あの保健室に座らされて、紙みたいなんでなんかそのケーキとかピザって書いてて、ケーキにバツとか、ピザに×とかを精神性や、精神的な、あの寺に断食するみたいな感じの、なんかもう勉強を、いやいや運動した方がいいんじゃん。よくないですみたいな、カロリーが高くてみたいなことをやらされる。私立、公立の小学校、その運動系のクラブ入った方がいいだろう。確かに。そうやっても自分なのかね。お笑いクラブは自分の意思ですけど、お笑いクラブと肥満クラブじゃ一生肥満よ多分。面白いデブになるだけやん。それ肥満クラブはでも強制やから、運動系のクラブ優しかったと思ってましたけど、そう運動めっちゃおもろいクラブ入れさせられてみたいな。でダンスとキャッキャキャッキャする何こうヒエラルキーで言うと上位の女子ではあったってこと。まあそれ途中からですけど、その私はあのお笑いをするとモテるという感覚ではあったって、昔は昔から女子で、はい、私はで
だからそのモテるのにもうもともとちょっとまあ肥満っていうの太ってたっていうのもありますし、うん、だからもうその可愛いではもう無理やって、うん、小4ぐらいで切り替えてもうほんまにその普通小3まで普通にじあの普通に過ごしてたんですけど、可愛い路線もありかなと思って、でももうそれじゃ私は無理やってなったんで小4からお笑いの方でも行くしかないってなって、高学年でもう小学校からだから最初はやっぱちょっと自虐が…そんな女子いらないじゃん。いや、今すいません、いや、ダンスでもおらんて、そっちに切り替えてみたいな、うん、だからまあ最初はほんまにあの、まあ、お笑いって言ってもその慎吾ママのオハロックを、うん、あの放課後、あの終わりの会で手挙げてちょっと、うん、前で踊らせてくださいから始まって、すげえ、でその前で踊るっていう、そしたら何、その要は肥満をさいじったりこういじめるっていうよりはちょっとリスペクトに変わんの男たちが、まあ、そうですね、一応まあこっちが言うんでも先にやっぱそのうわすごいね、今もうおもろいですよ私はっていうデブで、はい、はあ、それでやっぱ傷つくことは別にないですし、私はすごいな、すごいね、すごい女子だ、笑ってもらうというのではあ寄ってきてくれるっていう、なるほどね、えで彼氏的なことにもなるの、それからやっぱそこだからちょっと厳しい、あやっぱ厳しい、そこはやっぱ厳しいんです、それはやっぱ、まあ、小学校ってなかなか早いけど中学校とかでも彼氏結構、まあ、あの手この手でその、まあ、中学校とかやったら結構みんなが弁当、家の お母さんの弁当を持ってきてるけれども、うん、私はあの一人パンを買って持って行って、うん、お弁当の人ってパンめっちゃうまそうに見えるじゃないですか、分かる分かる分かる、でそのパン私なんか10個ぐらい買ってなんかもう、あしんどい食べられんなとか言ってたら、男子が一口くれとかで集まってきた男子、何その鳥鳥かなでも鳥の寄せ方中学校の時でそれぐらいパンで集めるって鳥やってその時はでも中学校ぐらいの男子やって、それでやっぱり集まって、まあ集まるわな、パン、でも別に利用されてるわけでもないから、こっからときめきに変えづらいやん、そこがだからそれで、うん、この漫画を私が中学校の時でなんかドカベンの再放送とかやってたりして、小学校中学校の時の夕方にで、ドカベンを知ってる女子ってやっぱおらへんっていうのでそのあれで知らないで、あ話されへんもん、女子でドカベン、俺もドカベンはちゃんと見たことある、でなんかみんながしゃべって、まあ、野球部が結構やっぱ中心におるんで、野球部長中がそこに何トロマの話とかって言って、なんかまあ入って、あ私全巻持ってんでから、あそうちょっといい、それをダンスとしゃべるツールって理解した上でドカベンを勉強してたって、あでもそれでもほんまにその時そうですよ、めっちゃくちゃ頭いいな昔からそのわなんか年齢に合ってない脳みそしとんな、うん、でもまあまあそうですね、でもほんまにめっちゃそのことばっかり考えたんで、ああどうしたらみたいなことで、ああ、まあ、64のコントローラーを4つ全部持つとか、すげえ、そういう方法、それだ、俺らがなんか20歳ぐらい超えてから気づくことというか、女子の話題についていくために勉強するとか、バイクさんもやっぱスイッチのコントローラー4つ揃えてたからバイクさんがやっぱ40ぐらいで気づいたことをもう中学で気づいてたってことで、ね、小で結果出したの、その中高ぐらいはで、まあ、でも小中で結局でもそれじゃ友達にしかならんってなったんで、早っ高校で気づくのそれに、で高校の時にやっぱ高校デビューっていう、うん、あの、うん、言葉があるじゃないですか、だから、うん、高校はもう逆にもうクールでちょっとその一匹狼的な感じの肥満の肥満クール肥満クールですけど、肥満クールいけるで関取でしかも見たことないよ肥満なクールやつ、ここも肥満なのずっと、まあそうですね、太ってはちょっと色々やってたけど、ただ痩せりゃよかった、いやそれはいい子なしやよな、はい、それはやめようぜ、はい、肥満やもんだって、それ平凡盛りもう、はい、そうです、だからでも一匹乙女になったらそれはそれでちょっともう1ヶ月2ヶ月全く友達的にみたいなと思って、そらそうやよな、そうです、何やねんやってなって思って、うん、で結局またその当時またクローズが映画で流行ったんでそのクローズを全巻集めてクローズをリュックに全巻詰めてその毎日そしたらやっぱ男の子が集まってきて、その毎日あの何巻から何巻渡して、うわ、男って なるわな、でも図書館行ってクローズクローズ専門の図書館そっからでもだから、あよ、キ
スとかしてほしいのよ俺は。どうなんの、どうなんのこっから。多分いやこう戦争の勉強しやすいじゃないかなその際。いやでもでもそこ戦争は男も受け持てるとかじゃないかな。でもほんまにそうで、いろいろありすぎてな。でそうでほんまにで、うん、まあ、高校の時って結構歴史全部分かれるじゃないですか結構。あなんていうか世界史、はい、日本史世界史 B とかで、ね、いろいろ分かれたところで、うんうんうん、もう勉強しようってなって、うん、でもほんまそれこそ高校が特に目につける歴史勉強しだしたところで、うん、歴史の先生がめっちゃかっこよくて、その先生だけが唯一こう褒めてくれるというか、なんかそうめっちゃええやんかっていう感じになって勉強するっていう方に行って、で高校はもうそこから彼氏とかはやっぱできずで、まあ、ほぼ部活もせずバイトして、で、そのでこれもなんかもうなんか私もギャップで、その時もお肉屋さんのコロッケコーナーでまず一発目バイトしてまうんですよ。でだからなんかイメージ通りのところね行ってしまったというのが一個悪かったんですけど、そこで6年バイトするんですけど、お笑いやるまで17から、そうですね、はい、17からすごいな、NC 出てくるまでするんですけど、そこで初めて彼氏できました。でもなるほど、そうですそうです、ずっと年上だと。そうですよ、私が、21の時に、うん、向こう32とかの一回りぐらい上の、すごいやん、初彼氏か、その時初彼氏です、はい、すごい。でもなんかさ、紅生姜って2人ともなんかモテるイメージ、はい、なんか女芸人でもちゃんとなんかモテてるみたいな、うん、あ、うん、モテてはないです、めっちゃ男子好きなだけででもなんかさ、でも経験は、何人か経験はありますね、モテはしないです経験っていうのはあのお付き合いの経験でさ、あそうです、お付き合いも私も5人、6人、5人付き合ってますし、あなるほどね。そっから自分の見せ方もちょっと分かって、物とかじゃなくて、その、まあ、ちょっと痩せましたし、初めて20歳の時付き合ったとか、あでこうギャップを見せるということができるなというふうに、今まではそのイメージだけで言ってしまってたので、そのね、あこういう見た目やけれども、うん、ちょっとあのか弱いとこ見せるとか、うん、ああなるほどね、そういうのも覚えてきて、いう技をちょっと見せてきて、なるほどねっていうので、そうですね、だからはあ。で稲田ちゃんはどういうやつやったの。いやでも私も別に普通ですよ、高校とかですよ、うん、もう、はい、活発なやつ、の1.5 分みたいな感じ、基本的に。そうなんや、はい、クラブも1個の先輩がむちゃくちゃ可愛いとかいうところのクラブに入ったりとか、うん、強い先輩がいるところに入ったりしたんで。なるほどね。あ、それさっきの学祭は誰を見たの。あ、学祭は、うん、当時、中川家さん、うん、テンダラさん、ロザンさん、結構めっちゃ豪華なメンバー、めっちゃ豪華やロザンさんで、ハムさんってあの元ハムさんね、はい、モロミザツさん、モロミザツさんとコンビのとこで、だからもうめっちゃ漫才っていう感じで、めっちゃ漫才面白いっていうのになったんですよ。なるほどね。そうなんです。で一人で入ったの。私一人で入った。それぞれ一人で入った。そうです、はい、すごいな。で稲田ちゃんは何コンビとか組んだの。東京にいますグリフォン国松さんと初め組んだんです。マジで。国松と、はい、あれ国松同期ってことか。そうですそうです。おお。ブリの白子って、はい、なんかチャキチャキやな、ブリの白子。そうですそうですそうです。あ、聞いたことある、ブリの白子って。選手出身でっていう感じです。男子好きでみたいな。そうそう、はい、当時、この大阪のこの世界では、お前吉本のオセロって言われてるぐらい、なんかイメージ的に。確かに、なんか有能な二人って感じですよ。そういう感じで。あ、じゃあいい感じだったんや、もう組んですぐ。まあ、ちょっとは仕事あったような感じですかね、多分。はい、NSC で組んだの。NSC で組みました。で、何年ぐらいやったの、ブリの白子。4年ぐらいはやりました。あ、がっつりやっとんの。やりました、やりました。で、解散しちゃって、はい、もう次、熊本。そうです、そうです。へー。熊本プロレスは、あれユリアンと組んどったっけ。あ、ユリアンはほんま NSC 入った瞬間の、あの、まだコンビ結成、5月ぐらいから本格、うん、的に結成できるんですけど、うん、それまでの1ヶ月ぐらいお試しでやるみたいな感じで組んでたんですけど。そうなんです、はい、まあ、普通楽しかったんですけど、ちょっとなんかその時なんか深く考えてなかったんで、もうなんかネタ合わせのスケジュール全然合わんなってなって、うん、なんかちゃうんかもなって言ってそのまま解散みたいな。あ、うん、そうですね、だからちょっとネタ合わせをしたぐらい、1、2回。え、ほんでその後、うん、その後ピンで、そのピン、私はもともとほんまにピンで、その時もお肉屋さんのコロッケコーナーで働いてたのでそのあのなんか肉の知識があったから、肉のなんか漫談でなんか絶対なんか売れるみたいな、誰もやってないからいけるみたいな考えがあってすごくないってなって、めっちゃすごいやん、はい、でもマジすごいわ。漫談でフリップとか、まあ、でも1個ぐらいしかやってないんですけど、うん、無理やってなって結局、わで
ピンでしばらくすごいピンで、そうそう、カタロースユリエっていう名前でも肉で行くぞっていう感じで、カタロースユリエユリエって下の名前なんですけど、やるぞって言ってたんですけど、で無理やってなって解散して、で、あの田津原リオンっていう R1 チャンピオンと、うん、ともう一人とトリオでやってたんです。はい、すごい急にトリオだ。そうなんです、はい、コント誘ってもらって、男2位私女1で、当時そんな形なかったよな、男2位女1でトリオ。あそうです、まあ、あんまりおらん、まあ、おるのはいたんですけど、先輩では、あの菊田さんのところの、なんか菊田さんだとなんか トリオでやったりとかするんですけど、それでそれでも NSC 卒業してぐらいまで。 NSC はじゃあいい感じやったん、そのトリオは。まあ、まあでもあの大工先生の選抜に入ってるみたいな。はい、はい、いいね。まあ、で、はい、で解散して、解散して、で女同期の女の子おったんですけど、うん、女の子と2人で組んで、うん、で1年漫才やってたんですけど、うん、まあその子もやめ、ちょっとやめるってなったんで解散して、いろいろやってたんだ。そうですね、そこを出て次がもう稲田です。どうやって出会うの。私はあの全然同期とか後輩で探してて、うん、でユリアンに会った時に、なんかいい後輩おるって言ったら、同期の熊本プロレスさんと面白いと思いますって紹介してもらって、ツイッターの DM で。あ、じゃあユリアンがそういうキューピッド的な感じなんや。一応、はい、そうなんです、はい。へー、あ、すごいねそれ。で、じゃあちょっと会ってみようぜみたいな、お昼行こうみたいな、まず。なるほどなるほど、はい、そうなんです。だからなんかその当時ちょっと 今よりもっと結構、うん、なんか汚めの金髪もほんまにヤンキー系、ヤンキー系の金髪で、うん、なんか今は結構綺麗な色に入れてはいるんですけど、当時もほんまなんかもう入れましたみたいな。強ない。そういうそういうマイムにしては強ない。もっと言う、東京だもっと弱くて言う。そんな自分、小学校の時のなんかその小学校の自分を自覚してどんだけ笑いとるかでやってたんですよ。名残が、もういくらもいい。名残が、ヤンキーの怖い先輩ちょっと怖い感じも思い、ただいつ見ても地べた座ってましたし、なんかそのオーディションの時とかも、だから挨拶後もなんかおはようございますって言っても、おはようでぐらいの感じの、ちょっと怖めの。でも別にそういう人間じゃないんやろ、多分ヤンキーとかではないんじゃないですか。多分ナチュラルがそういう感じで。そう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 。でも怖かったんで、ちょっとご飯も行って、ご飯行こうって結構なんかちょっと組みたいみたいな感じなんかな。ああ、なるほど。脈絡なくいきなり誘ってきた、そうやね。で行ったらなんかそんな普通なんかこういう時選ぶって思うんですか、なんかちょっと結構本格的なちょっとインド料理のお店で、なんかめっちゃ仲良い二人で行くとこや。そうなんですよ。こっちの好みとか絶対あるやん。思うんですけど、ちょっと苦手やったんですよ、その時。いいあんまり普通。まあ先輩やからな、でも。そうなんですよ。でも遊園地でも、しかももう体も大きいからすごく食べそうっていうイメージもあるから、なんかもういっぱい頼んでって言って、あのちっちゃい皿のあの何種類も頼んで、小皿料理でめっちゃ姉御肌ではあるので、もう何でもね、もう何もおかわりできるから言うて、でもうちも全然正直もう美味しくなくて、苦手やから。はい、でも汗もかくし、でその中でなんかこう雲みたいな感じの話しちゃったんで、なんか私もなんかもうパニックなって、もう、うん、はいもうはいもう、あそっからや、そっから、はい、もう食べきることに必死しちゃったんで、そのはあ、え、で、どういう感じなん、ネタとかだ、どうやって作るの、2人で作るの。あ、2人で喋って作る。あ、そうなんや。じゃあ割と歴は違うけど、先輩けど結構トントンって感じ、関係性は。そうですね、まあ恋愛とかとかもほんまに、はい、しますし、私も。あ、結構全部知ってはいますね、はい、ああそうなん。そうですね、はい、だからでもベタベタ感ないよな、あんまり。なんかベタベタしてる女子気持ち悪いなとずっとなるほど。いや、それ言われると次俺あのあいつらみたいにって言いづらくなったんだけど、なんか女の子ってさ、はい、結構仲いいやんか。仲いいですね、そうね。か、なんかそう、スパイクさんっぽいというか、なんかそこまでベタベタしてない感じがある。確かに。でもスパイクさんも仲はいいですよね、確かに。確かに。そうです、だからなんか苗字で呼ぶ女子も中学校の時からむっちゃ嫌いで、あ呼び捨てでね、あれめっちゃ嫌で。ああ、え、それどういう、はい、あ、それなんなん、どういうニュアンス、あんま分からへんかも俺。なんか女子の苗字を見てちょっと私ちょっと しんどくなるんですよ、なんか、なんか体育会系で偉そうな感じ感じも出ますし、あえてやってますみたいな、となんかあの声の高さとかちょっと無理なとこがあって。あ、確かに熊本さんって言ってるな。熊本さん、前の時も国松さんって言ってましたし、絶対そこがあるので、うん、はい、やっぱ稲田聞けば聞くほどいろんな自分ルールがありそうやな。
いや、そうですね。そんなことないですけど。いや、結構だから。なんか、いや、なんかずっとさ、こう熊本がわーってフューチャーされてる時とかもなんかちょっと変な顔してるよな。しないわ。その顔で合ってんのかな、ツッコミのやつってみたいな顔してんねん。俺前から思っとったの、稲田の顔めっちゃおもろいなと思ってたね。漫才中とかもほんまなんか何の顔っていうそのそう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 、なんかさ、はい、変な顔してるよね、たまに表情が。なるほどね、面白いね。ということでございます。エリアはどの辺なん、そのエリア、住んでるエリアは。23区までは言ってるんですよ。そこまでは言ってます。みんなそうやから、それじゃ無理も無理です、はい、何分ぐらいかかるの、この新宿本社までかかります。近くわかりました。近くです。もしかしたらこの後誰かつけさすかもしれない。もう何年こんだけ隠したほんまよ。もっといじってくるで、絶対上野兄さんとか。こんだけめっちゃ気になってる、すんのよ。ということでございまして、弁償ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。本日のスペシャルゲスト、丸千さんです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。別府は同期で、はい、同期で、大阪の32期で同期で、はい、まあ、昔からよく大阪に飲んだりもして、うん、この YouTube チャンネルも電話で出てもらったりも、うん、あーほんまして、そうやそうや。で、津田さんが2個上ですよね。そうね、しんべヱさんと同期の半笑いで言わんねんよ。てか、まあ、ダブルアートさんでいいんですけど。MSC も行ってますよ。行ってる行ってる。で、だから2個先輩。そう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 。やけど、でも俺ウィキペディア見たら津田さんめっちゃ若いっすよね。34歳。34っすよね。若いっすよ。で、高卒っすか。高卒高卒。そう、で俺もこの間東京でベプちゃんと飲んで、うん、時に知ったんだけど、ベプ44とかやんな。39や。強すぎるやん。ツッコミ強すぎんの。39そんだけ上にもられるの嫌やん。あ、39だ。9月で40やから。いや、なんかゆきおちゃんぐらいのイメージやった。そう全然違うから。で 9月で40。9月で40ほなら、うん、嶋佐の3つ上やね。そうね、そうやな、うん、で俺の2個上か。そういうことか。ちょっと上やね。うん、ちょっと上。しかもちょっとね。いや津田さんと5個ぐらい違うってことやね。そうだ、6個かな。あれだけど6個違う。でもめちゃくちゃ津田さんの方が上な感じやん。なんか、ね、立場、ね、うん、立場。いや、多分ね、人間的にも上だと思った。まれに見るぐらい引っ張られてるからね。マルセイユって。そんなことない。だから、はい、その別府は俺マジ昔からよく唯一ぐらい大阪の同期で仲良くしてくれとったみたいな感じで、そう、ね、2人でも飲んだりするぐらい仲良かったんですけど、津田さんのことも分からへんし、うん、そうね、2人がどう出会ったかとかもマジ分からへん。あ、はいはいはい、よね。だってそのあれ、マルセイユの前はコンビ何組んどったっけ。あのサンマリンってコンビ。サンマリンか。そう、サンマリンからマルセイユか。そう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 。ああ、そう、なんかそのま、だからマルセイユ組む前から多分飲んだりしとったよ、ね、そんな、なんでなんそこ、そんなにこう仲いいというの。シュンと仲良かったんで。シュンか。元ポールマン。ポールマン、ね、元ポールマン、はい、元デラパープリンのシュンとな、シュンと別府がなんか仲良かったよね。はい、もう親友で。で、アントニーとかこっちの、なるほどね、デニスとかと仲良かったから。そう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 。で、なんか知り合ってみたいな。デラ組ね。うん、なるほど。津田さんはもう普通の高卒っすか。高卒で NC 入って、はい、一番若い。じゃあそうね、だから聖子さんとかと野村さんとかと、野村ちゃんとか吉田ちゃんとかね。 This is パンの、あ、吉田さんも高卒なんですか。高卒高卒。あ、すげえな。そうそうそう。あ、そうなんですね。でもなんか帰国子女みたいな肩書きなかったですか。帰国子女じゃないよ。めちゃめちゃアジア顔やろ、こんなやつ。あれ、なんかなかったでしたっけ。え、留学とかしてないでしたっけ。あ、だから親戚がアメリカに全員住んでて、で、あ、姉がイタリアの小説家と結婚して、うん、今ローマに住んでる。なるほどなるほど。え、親戚はなんで全員アメリカにいるんですか。確かに。なんかだから、そのうちの母親の、まあ、姉と妹がいるんですけど、うん、それが2人とも嫁いだ人がアメリカで起業して、うん、そのまま行って、うん、あー、なるほどね。そうそうそう。え、たまたまというか、たまたま。そう。あ、じゃあ別に英語喋れるとか何年間がアメリカに住んだとか、うん、そういうことじゃない。全然ない全然ない。普通に、あ、そう、親戚がそう、ちょっと変というか。すごいっすね。
なるほど、ナショナル。イタリアの小説家ってのはどのくらい？でもね、一応アマゾンで1位か2位とかにはなってる。マジっすか？そうイタリアで5カ国語喋れるから売れたらとんでもなくない？いその旦那さん、旦那が、そうえ、じゃあ結構いかついんですか？いやイタリアのオタクと結婚したから、そのアニメとかめっちゃ好きなイタリア人の、なるほど、日本のカルチャーがめっちゃ好きなイタリア人ってことですね。そうだから、なんかその出会い方も変で、うん、その姉が一時そのカリフォルニアのフロリダ間のディズニーワールドで働いてて、うん、へえ、まずすごっ、それやばくないですか？すごいな。まあまあ、そういうところで働いてて、うん、行きのバスで本読んでてて、はあ、で本読んでたらめっちゃ見てくるイタリア人おんなと思って、うん、めっちゃ見てるわと思ったら、うん、そのイタリア人が急に鼻にキスしてきてんて、うん、ええー、やばってなって、はあ、また本読んだらしいんや。何それ。それが出会いで結婚したっていう、ドラマみたいな。でも積極的なんですね。ちょっとアニメとか好きなオタクっぽいイタリア人も、まあ、そうね、グイグイ来るんですね。めちゃくちゃいい人、ほんまに。あ、じゃあそういう、それだけ、あ、俺勝手になんか帰国子女のイメージあったんやろ。全然普通やね、めっちゃ。じゃあほんま、怪しい、じゃあ英語とかはそんな、いやでも軽くでも喋るんですか？いや、ほんまにめっちゃもう低レベル。なんかその高校の時はクラスのスピーチコンテストとかでなんか出て、うん、語れへんからふざけてなんか、ふーとかやってちょっとだけ滑ってみたいな、なんかそういうおちゃらけもんみたいな。大阪の高校生ですか？大阪のなんか、その、長野高校っていう、河内長野にある、うん、まあ、英語に特化したコースと普通科があって、姉ちゃんはその英語に特化したコースで。で、大学とか行くつもりなかったんですか？もうそう、それで、お笑い始めちゃったから。もうお笑いやろうって決めてた。そうはい。それまでは通訳とかしたくて、うん、そういう学校行けたらいいなみたいな感じだった。すごいね。全然すごい、こんなことなってるから、うん、でも高校入った段階ではじゃあ結構英語で食ってこうみたいなノリだった。まあその多少周りがそうやったから、まあ環境がそうやったからそうしよっかなみたいな感じ。なんで芸人になろうと思ったんですか？確かに。その前の相方が、うん、なんか急に英検絶対受けなかったって、はい、英検の3級みたいな、まあ、中学生レベルやけど、受けてる時に急にコンビでちょっと学祭でやってみへんって言って、はあ、ね、やろうやって言って中野アンドデンジャラスを結成して、めちゃめちゃダサい中野アンドデンジャラスを結成したんです。そうそう、でそこで学祭でやったら受けて勘違いして、あ、いけるわみたいな。ああ、なるほど。その辺はだから、うん、なんか純粋な本当大阪の高校生の、その人と入ったんですか？そう。なるほど、なるほど。はぁ、そのまま、ほんと2人で飯。めちゃなんか、あれですね、純粋な芸人のやり方ですね。大阪の高校生が、まあそうね、学校で漫才やって、そいつともそのままスッて入るみたいな。そう。ほんまにベタなやつって感じ。別府は？別府はマジ謎なんよ。宮崎やんな、まず。宮崎。衝撃じゃない？宮崎やんね、別府って。なんで？なんか宮崎って変やな。なんかトロサーモンさんもせえし、おかずクラブのオカリナとか、犬とか、蛙亭の岩倉とか、で、別府やろ？別府。なんか共通点なさすぎて怖いんやけど。宮崎で別府はややこしいか、ちょっとな。いや、大分からいらんやね、そんな営業の漫才師みたいな。大阪で仕上げてよ。いや、ほんといつも見てるやつだからちょっと緊張してない。緊張すんねんな。ない、ちょっとな。いつも見てるじゃないですか、この。別府こそむっちゃ大阪っぽいもん。そう。大阪のほんとドヤ街出身みたいな。ドヤ街ってなの？だからちょっと喋ったらイントネーションちょっと違う感じはあるけど、でも雰囲気がもうザ大阪の、確かに。しかも俺らはあのサンマリンの時に、あの NSC、 お前は知らんかもしれんけど、大阪と東京対抗戦で、で俺は大阪のあのワッハ髪型、はい、今の漫才劇場ですか？俺はなんか見に行ったんですよ。あの自分は選抜にも選ばれてなかったんですけど、まだニューヨークも組んでなかったんで、見に行った時にもうとんでもない受け方してる奴らが一組おったのよ、もう。でも東京強かったんですよ、鬼越とかデニスとかマテンロとか、で、大阪ボコれるわと思って見てたら、サンマリンだけど、異次元の受け方そうや、もう、村真代さんみたいな、2005年のあ、そう、あ、やばい、大阪のやばいやつおるわ、みたいな。それこそ発光体、つげちゃんのコンビとか、発光体ね、プリンストン、女の子のコンビとか、あ、面白いなみたいな。やけど、もう中張り股張りとかね、大事みたいな、はい、サンマリンはもうむっちゃくちゃテンダラさんみたいに受けてた、マジで。そう、それはじゃあ、うん、あれ何やねん、NSC、 いや、そう NSC よ、だからで組んだ、そうそう、サンマリン高校の同級生、
え？で、なんでそんなちょっと、そうやねん。何歳の時に入ったってこと？ NSC。25ぐらいで入ってる。25か6ぐらいで入ってる。それどういう人生？ヤンキーか？なんか、やばいやつか。別府は。5か6か。差し押してんねん、ちょっと。そうそう。ちょっと実は、これ、ちょっと、本舗初公開なんやけど。いや、前でも言うてるけど。実は、NSC に入り直してるみたいな。あ、もともと、そうなんや。もともと一般でやってたけど、25ぐらいで、NSC に入ろうって言って入ったんや。あ、NSC に昔28期で入っとったとか、そういうわけじゃない？ではない。ベース吉本のとかオーディションは別に NSC 入ってなくても出れてたんです。はいはいはい。そこで出てたから、ちょっともうその、用意ドンで言ったらもうこいつなんか上やったから多分めっちゃうまいよ。なるほどなるほど。そうそう。じゃあ、宮崎の高校を卒業したの？高校卒業して、18で、大阪来て、で、もう大学とかじゃなくて、実は大阪の、あの養成所に行ったんよ。え？なんか。NSC じゃない。NSC じゃない。何それ、そんなやつおらんでしょ。何それ、大阪って吉本に入りに行くのに、吉本じゃない養成所。何養成所って。当時、いや、松竹でもない。当時は、ただの養成所。なんかパソコンとかなかったから。あるやろ。何歳の設定に行くの。だから、わからんかったよ、NSC ってあるのは。確かに、ギリあったな。あって絶対。で、本屋さんに行ったら、なんかこう、デビューとか、なんか雑誌あった。それもっとさ、その、極楽とんぼさんで、そうだよ。いや、宮崎の宮崎やから。いや、あって、だって俺の2個目やったやろ。デビューとかは、まず極楽とんぼさんとか、その辺のエピソードで出てくるやつや。それに、その、学校があったから、あ、お笑いのコースあるよ、みたいな。あ、でも、高校同級生とお笑い芸人になろうぜ、っていう気持ちはすごい。あったから、で、ここ行こうよ、つって。で、こっち来て、そこ入って、で、2年で120万とかだったかな。その額。長いな。長いな。だってこう授業受けてる。専門学校ぐらいするやん、マジで。一応、そこは一応吉本のバックアップみたいな書いてあったんよ。何それ、ほんで。それマジ詐欺じゃん。で、授業を受けてるうちに。え、じゃあちょっと待って、まず、どんな建物に行くの？あ、建物はもうすっごいでっかビル。吉本、今思えば吉本やったとかでもない？全く。関係ないでかい。堀江の方にあったから。吉本そんなオシャレなとこに立てへんから。ナンバーじゃなくて、堀江っていう、ちょっと大会場みたいな。そうそう。オシャレな街。いいところにあるんだ。なんでかってなって、大阪来てすぐやから、ここが吉本に入れるあれなのかみたいな思いながら。で、バーってこう授業受けてたら、なんか、講師の人が、NSC ってところから今度、同期が来るからみたいな。何 NSC？ 同期。で、吉本の養成所らしいみたいな、そこで聞いたんよ。吉本の養成所、ここ何じゃん。そうそう。養成所って周りにさ、同期何人？何人おんの？当時7組ぐらいおったんよ。7組だけ？だけ。7組から120万取ってたんよ。そう、他はボーカルとかもあるから。裏方の学校でもあるし。それ何それ？うん。え、で、毎日ぐらい授業あんの？ない。週3ぐらい。ああ、でも週3であるんだ。ちゃんとネタ見せみたいな。ネタ見せもあるし、発声もあるし。そこで何？同期の NSC と出会ったの？対決とかしたの？対決せず、なんか来るっていうのだけ聞いて、会われへんのみたいになって、いや、そんなんは無理やから、とりあえず来るから。だからちょっとだけやっぱり、譲歩されてたというか NSC の方が勉強してもらいに来るじゃないけど、ああ、なるほどね。下の立場はない、下の値段は高いのに。なんだその養成所。それ先輩とかおんの、その養成所。あの、一応今当時行ってた時の同期はスーパーサンスケが同期。マジで？そのニャンコスター激レア養成所の、あ、じゃあスーパーサンスケって呼ぶんだ。サンスケってこの間会った時、おぉみたいな。覚えてたん、ベッポのこと。覚えてた。俺らからしたらもうめちゃめちゃサンスケさん。サンスケさん。やし、なんか津田さんの先輩じゃないですか。そうと思う。サンスケさん多分。そう。急にネタ合わせ中にこれ言われて、どうリアクションしたの？実は津田さんっつって。スーパーサンスケ同期なんですよって。実は。おもろ、じゃあテンション上がったね、キングオブコントで。そうそうそう。ニャンコスターさんと出てきた時。見たことあるなってなって、でもコンビはやっぱ変わってたから。ああ、で、辞めるみたいなことなの？その、確かに。その卒業するの、これからは外れるわけやろ。卒業していくんやけど。2年も2年。通ったの？卒業するんや。あ、通ったの？うん。
や、ええやろ、別に通うやろ、そりゃ。いや、でもすごいな。もう二十歳になっちゃってるやん。なんか謎。そうなんよ。え、舞台とか出てんのその間。いや、その学校の小さいところにあるホールで、こう、お客さん自分らで呼んでやるみたいな感じやった。それマジ何なんやろ、それ。そう。何それ。で、母体が分かる。で、一回東京に来て、それもよう分かる。何してんの？なんかその学校に東京のこう吉本の方に決まりましたんで東京に行ってくださいみたいに言われたんや。え、所属みたいなこと？そうそうそう。で、そのスマホなんすけどか5、6の歌一緒に来て、うん、ほうで、家もみんな決めて、ほう、うん、で、じゃあ本社に挨拶行こうってパッて、お願いします、今度からお願いしますって言ったら、うん、ちょっと聞いてないですねみたいな感じのやつになってどういうこと？マジこれだ、今から20年前に一回東京進出してるってこと。そうなんしてんねん。今40になる年で来て、二十歳ぐらい、二十歳の時来てんねん。吉祥寺住んでたよ。すごいな。マジで2年ぐらい。おお。で、2年住む東京に。だから家決めてもうたから、もう2年は住まなあかんのちゃうかってなって思って。おお。そうで、それもよう分かる。だからオリラジさんとかのあの辺の木とかと同期になるのかな。もうちょっともうちょい上だ。しずるさんとか6期ぐらいじゃん。こですよね。ちれたなんてない。ああ、囲碁将さんとか。ああそうやわ。ハリセンボンさんとかあの辺の木やの。そのちょっと聞いてないですねって言われた瞬間、全員がハってなったから、5組ぐらい。何したらいいねみたいな。行ったらやってないよ。そう、やってない。だからドマドマの吉祥寺店の店長教えてたから。ドマ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 吉祥寺北口店。ちょっと待って、北口店。じゃあまずもうあっ知らんわ。一番大事な時期ずっと回ってる。ちょっと待って、そのもう門前払いってこと。聞いてないですって。そう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 。え、そこをなんとか何でもしますみたいな、そんな感じでもないの。もうだからそのさあ、別府が言ってた養成所っていうのは、もう何なんか本当うさんくさい養成所だったの。何にもつながりがない、なんか口だけそういうふうに言ってた、うん、なのかな。こっちがバカやったのか、まあ、それどっちか分からない。俺のなんか取り方が悪かったか分からない。すごいとこにでも三助さんな。そうそう。で、解散、もう全員5組もう解散。あ、いや、多分ね、ずっと続けてた、三助とかは。でも、この5組の関係性はもうほぼない、うん、俺ら5組でライブとりあえずやろうとか、そういう感じでもない。もう全員が空見て帰ったもんどうするって。事務所決まったから東京来たのに。いやいや、それやばい話やで、マジで。だから当然多分今ほど事務所もないかもしれない、もしかしたら。ああ、大きいとこあったてか、養成所はないね、多分あんまり、うん、そんなに。コンビはどうなるわけ。コンビ、だからお互いが店長になってそれなんでなんで店長になるの急に。わからん。あのバイトしたの。オープニングスタッフ入って入ってもらっていいよ。まだ全然、まだ全然あと5、6年入らない。嘘でしょ、なんで MC 入って。まだ入らない。須田さんと全然ちゃうやん。や、須田さんむちゃくちゃストレートに芸人、ね、いやいやいや、そんなことない。八方さんエリートよ。だからエリートってか普通やん。普通やん。俺が普通なだけでお前が簡単にできるぜ所属って。たまにおるようなこういうやつ、なんかめちゃくちゃ遠回りしてな。だから変すぎてイライラするわ。そうやね、この話。イライラするで10分でも店長になるんやもんね。だから仕事はできるんだから。フリーターみたいな人間力もあるのよ、別府は。とりあえずバイトしようと。東京バイトしてで2年生メキメキ出世した。何してんのその2年。お笑いはしてんのその間。お笑いしてない。もうだからもうここ夢終わりやん。じゃあ想像して。お笑い芸人編は終わりよ、別府の。そうそう。あ、じゃあもうこれでこれはこれでみたいな。2歳になっちゃったよ。東京でちょっと彼女とかできたり楽しいこともあってみたいな。あ、いたいたいた。あ、まあね、フリーター。キャバクラが言えた。バイトのフリーターの早いし。一番ダメなやつや。でも店長やからな。バリバリ働いてバリバリ遊んでんねん。夜中に終わるやん。そっから行くんよ。何も残らないやつしよう。何も。命だけ燃やしてるやつね。名刺だけ。名刺だけ。でも若いから元気なんだよね。何もない。うん、あ、それを吉祥寺で22ぐらいまでやるんだ。そうやね。みんなが大学行くぐらいまで。あ、そうそうそう。え、で、相方ともちょっと遊んだりはしてた。してた、してた。一緒に住んでたから。あ、そうなんや。20畳のところで2人住んでて。ちょっとでかいな。狭い時の例えで言う。マジ、なんちょっとでかい。マジで。意外的な。2階ね。店長が壁あるから。エンジョイしてる。めっちゃ楽しかったやろ、多分その時。え、どっちか言わんの。え、てか、お笑いはみたいな感じもなかった、あんまり。もうなんか、避けてた。お笑いって言葉をなんか。意味分からん。だからお互いは多分バラエティー見てなかったもん。一回そのな、折れたんやよな。そう、その門前バラエティー。なるほどね。そうそうそう。もうタブーや、お笑いの話は。そうそう。でもどうすんの。
で、まだまだあるから、あと3年ぐらいあるから。そう。で、23ぐらいの時に大阪帰るんやけど、うん、なんで帰るの？なんで？てか大阪別にお前の家でもないし、宮崎全然お前でないやけど、当時働いてたショーパブがあって、そこの社長と、知り合ってたんやけど、18の時に。ショーパブはもう NSC、あ、その養成所通いながら働いてたんや。そう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 。あー、なるほどね。うん、あで、そこの社長に戻ってこいと、うん、大阪に。うんうんうん、で、うちで働かしてやるから、つって、うん。その人らはもともと横山ノック師匠のお弟子さんで、うんうん、横山アランドロンって人なんやけど。出た、アランドロンや。そうそうそう。有名な、テンダラさんも働いてたと言われてる有名なね、とこやね、うん。で、そこで働くことになって、うん、で23ぐらいからじゃあそこでそう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 どっぷり働くんだどっぷり働く相方も相方もはあそ う, もうでもその時はほらそのさそのお弟子さんなわけじゃんお笑いはそこでじゃあお笑いをやらなずにあでもその場所が、うん、舞台が踊りとかコントとか、うん、お笑いをやるお店やったから、うんうん、そこで漫才やりながらあダンスやりながらみたいなな感じえダンスもやんのそうダンス踊れるもんねそうなんでダンス踊れるのそこでショーパブ上がりやからショーパブでダンスそうそうそんなショーパブってすごいの練習するってこと練習するだテンダラーさんとかも踊れるやん浜本さんあだショーしてネタしてみたいなところで働いてる、うん、めちゃめちゃエンターテイナーやんそう踊った後漫才するのそこの座長やってたから何やねん座長なんやねん座長って言うのも失礼やけどやっぱすごいんだな別府ってちょっとなんか昔の人みたいな昔の芸人みたいなほんまやわそうそうそうフランスそれを経ての俺が見たワッハ髪型での圧巻の漫才あれはもうショーパブで鳴らしたそうもう客目の前の客を笑かすのをもうムキムキやったよね、うん、あの時はじゃあだから妖精大阪戻ってもう NSC に入ってないけど、うん、もうショーパブで結構な頻度で漫才してたんだネタ作りながらそうで満を持して32期で入ろうぜってどっちかが言い出した、うん、あ俺が言い出したもういい加減行こうぜみたいなそうなんか挨拶とか習おうっつって、うん、その同期の感じもええやみたいなああでも結構ブイブイ言わしたやろ多分あの時32期でいやそんなことないよあそうなんや、うん、別サンバリン別スーパーエースみたいな感じじゃなかったちゃうちゃうちゃうああそうなんや、うん、ようやっと入った入ったあ3年目くらいでショーパブ働いて3年ぐらいかな3、4年いろいろあったなやっと1年くらいで入れよでもちょっとDNA もちょっとあるというか、うん、一応か、うん、芸人をやるほうえ遺伝やってえ何なんで母親がもともと芸人やってて、うん、えマジでそう聞いたらそうやってえどこでやってたえ福岡でフリーで素人やろそれ福岡でフリーのやついやこれほんまに素人やってかフリーすごくフリーすごいっすねちょっとガッツあるな昨日、はい、えコンビとかでコンビでなんか当時の同級生てか危ないとこやそのサンマリンもほぼそれやからなその東京とか大阪でフリーみたいな感じで動いてるからな秘伝やなフリーの血やなすごいなよかったなでも吉本何年もやってたのかいや多分ね1年ぐらいじゃんなんていうコンビ名やったっけハイヒールマジでそれハイヒールさんより早くハイヒールをマジ当時多分だからめちゃくちゃ流行ってたんでそのハイヒールとかヒールとかがカタカナとかそう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 うわすごいね漫才のつかみもあんねやろ、うん、パッと出てきたいいよ絶対思んないよ絶対思んないいやこれ取り入れたかったよそれは分からんほんまに取り入れたかったよ取り入れ俺がいないよえほんで津田さんはなんていうコンビやったんですかだから中野&デンジャラスであそのまんまそうそうそ う, そうやっててそれでええ感じやったんですかいやなんかオーディションの決勝まで行くけどそこで落ちてみたいなああ同期とかでも割とじゃあ頑張ってはいる方みたいな感じああいやで早かったらバンビーノとかすぐ入ったりとかダブガーともすぐ入ったりプリマさんとかプリマとかもそうやし俺らは決勝までに行くけど落ちるみたいななるほどなるほどなるほどで何年ぐらいなんですか中野アンデンジャロス2、3年かぐらいやったじゃあ別府が入ってちょっとしたらもう解散するんですかそう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 で一人でやってたんですか一人でやってたそうピンで何年ぐらいですかピン1年ぐらいか半年か1年ぐらいかな1年ぐらい一人で やってたんですかやってたやってたな何やってたんですか漫談、ま、漫談とかフリップサッカー選手の名言に突っ込んでいくとかああすげえそれは何で解散したんですかそれは同期とか先輩とかに相方が金借りて解散かったからうわー
卒芸でした。ああ、やんちゃだ。いや、もうほんま、もうだらしない。まあ今は全然高校の友達やから仲いいけど、もうその時はもう、こっちもこうなってるから、他方面から金が返ってこんって言われても、腹立つから1万円顔に投げて、あげるから返してこいっつって。ほんまにまた戻ってきてないんだけど、その人。でも、そういう、の方から誘われたわけでしょ、津田さんも。そうそうそう。もうやめようってならなかったんですか。いや、よう分かれへんよな。どっかでちょっと火ついてたんですね、じゃあ。俺はでもなんとなく、そのオーディション負けてる時から無理やなってなんか思ってたけど、あ、ちょっと厳しいな、みたいな。このコンビきついかもみたいな。そうそうそう。でも友達やから、どのタイミングで言おうみたいな。なるほど。があったよ、半年か1年ぐらいが。でも、俺は別の相方組んだらいけるかもって、どっかで思って。ってたってことですか。いや、そうやな、勘違いしてたな、その時は。でも熱が冷めてないってことですもんね。そうね、だからなんかもうやらんかってやめると思ったから、もう解散。すごいな。でもまだ全然なんですか、引き返せる人生というか、都市的に。そうね。でもまだいけるって。だ親には言われてた、30までで決めなさい。ああ、なるほどね。30まではやろうっていうのは決めたから。そうそう。で、別府はマルセイ、サンマリンっていつ、結構やってなかった？ 3年ぐらいかな、卒業して。うん、3年ぐらいやって。ほうほうほう。で、まあ認定漫才師みたいな、こうなれなかったらやめようみたいなって言って。ザ漫才、ザ漫才な。うん、で、ああそうなんや。そう。へえ。津田さんはその後コンビ組んだんですか。組んでない。あ、じゃあサンマリン解散と津田さんの、ほぼね、同じぐらいだよ。なんかちゃんとこう正確には覚えてないけど、うん、同じぐらいにやめて前のコンビを、うん、ほんでまあ、こののやってる間に社員さんから誰かいませんかって聞いたら別府がいますよっつって。あ、2人ともちょっとふわふわ。そう、それまで1回も喋ったことない。そうそうそう。え、社員さんの紹介で。そうそうそう。業務的な、めっちゃ業務的な感じだった。別府は1人でやったりした。え、全く自信ないから。もうすぐだ、解散して。じゃあお互いの相方さんも辞められて。そう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 。ここが社員さんの紹介で。そうそう。でもじゃあとりあえずやってみるかみたいな感じですか。そうそうそう。ちょっと喋って、うん、急に知らん番号から電話かかってきて、紹介されたってことか。多分ね、それで多分しんべヱが多分言ってくれて、そうそうそう、別府いいんじゃないみたいな感じで。知らん番号かかってきて、もしもしみたいな、あの中野&デンジャラスの元、あの津田やけどみたいな、あ、お邪魔するみたいな。知ってた。あ、もちろん認識はしてた。認識はもちろんしてるし、挨拶はしてたから、喋ったことないだけで。で、多分恥ずかしくなったか知らんけど、ああもうええわ、お前とコンビ組みたいねんって言ったよ。いきなり。うん。だから多分はずなるやん。なんか多分そういう電話も喋ったこともないから。わかるやん。だって一回も喋ったことないですから、急に電話かってきたら。でもなんで組みたいと思ったんですか。まだそんなわからない。なんかその前評判は、それを一瞬、その屋敷と、そのめっちゃできるパキパキの。いや、そう。動けるし、最強のやつが。最強のやつ。ひょうきん。おもろい。ね、アキラの山名さんみたいなネタも考えてくれるし、突っ込むだけでいけるから、うん、ダーツええんちゃうみたいな。で、行きますって言って組んだら、こんなやつやったから。ちょっと話と違うけどなってなって。それな、前のコンビなんで解散したの。わぁ、もう多分同じ。多分この。同じやつ、だいぶ可哀想やで。相方さんと、この。あ、なるほど、そっちね。はい、ちょっときついな、みたいな。ちょっときついかなってお互い思い出してて、そう。で、なんか、先輩のライブ呼ばれたんやけど、うん、そこで新ネタ下ろさなあかんってなって、うん、で、2時間前ぐらいに全然ネタできんくて、うん、で、こう、喧嘩なって、うん、殴り合いの。で、俺はちょっと殴ってないんやけど、うん、相方からもうほぼこう殴られるだけの、うん、パッパッパってずっと目見ながら、こう、俺こう、やってたら、見て、みたいな、うん。この後2時間後、これでライブ出れる、うん、こういうことやで。全然お笑いに対して向き合ってないねみたいな、うん、嫌なやつやって。なんか別府っぽくないな。確かに。ぽくないぽくない。で、そう、なんか冷静なやつやん、それ。別府、なんか冷静に頭切れるやつみたいな。そう、うん、実はそうやねん。いや、やがましいわ。ちゃうやろ、多分。でもだって長年やろ、そのもう店長時代からさ、うん、もう変な妖精時代からずっと一緒におって、うん、やつが結構たまっとったというか。そうかもしれない、もしかしたら。で、そうなって、まあ今は仲いいんやけど。なるほどな。すごいな。だからそのお互いとか同級生と入って今違うコンビ組ん、ちょっと組んでるってパターンですよね。そう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 。でも10年ぐらい組んでますか、マルセイユ。そうね、ちょうど9年か、9年か、そうそう、今年10年目から、うん、早いっすね、そう考えた。なんか、あ、マルセイユ組んだってめっちゃ覚えてる感じするんやろな、別府が。確かに東京の単独とか多分ゲストで
はい、ニューヨーク出てます。はい、よ、そうだ、懐かしい。だいぶ前もん、ね。だいぶ前ですね。だいぶ前ですね、あれも。そうか。で、満を持して20年ぶりに20年ぶりの東京進出。20年ぶり2回目。レベル違うよな。こうしてみたいに言うな。その日本社長とかマヨリカとかあんなもただただ初めて来ただけやけど、うん、こっちは20年ぶりに2回目で。俺、吉祥寺住んでるからね。違う違う、うん。仕事しに来てるから。ただ住んでただけや。20年ぶりだってすごいぞ。あいつらの仕事あるから何もないねんから。何もない。20年ぶり2回。欲しいもんね。いやほんまやねん。すごいな。今10代のやつとかまだ生まれる前にこっちは東京来てやっとんねんっていう話やからな。そうそうそう、店長やってるだけやから。お笑いはしてないから。いやなんかちょっと熱なりますわ。それマルセイユさんの東京シリーズってすごいよ。それ喜んで運ばしてもらってた時からほんま20年経って。やっと東京で勝負するんだね。そうそうそう。すごいなやっぱそう考えると。変なやつやけどなただの。ようやくしたら。確かにね。なるほどね。いやありがとうございます。ちょっと全然知らんかったことを。こちらこそありがとうございます。確かに別府と何回も飲んだけどそんな昔の話してないもん。そうやな、うん、そうか。じゃあちょっと東京でも、はい、ぜひまたお願いします。よろしくお願いします。ということで本日のゲストマルセイユさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日のスペシャルゲストシカゴ実業さんに来ていただきました。お願いします。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。あんまりシャルトもないですよ。いやもうあれ以来じゃない。一回バンドのジュースゴッゴックラブで来てくださって。あ、そうだ、あれだ、あの時。そうだ、あの時から時間が空いてだいぶ不安やったしかもあの時もなんか飛び込み飛び出しみたいな感じでしたよね。でもそれでもなあの坂本だけやった。あ、そうかそうかそうか。なんか変な感じですよね。まだお会いさせてあんまあんま喋らせてもらってないのに、うん、最初のトークはバンドとしてのそうだ、ね、ジュースゴッゴックラブとしての、うん、そうや謎だったんで。あのハマってるものとかに、なんか俺がうかつにブレイキングダウンとか書いてたうかつに書いた、あつに懐かしい。そうやそうや。どこにハマってるんですかとか聞かれて最悪の出会いそうや。あれはえ、ひっちゃゆくんは同期やもんね。同期。僕はそうよね。東京の15期と僕は同期で、何回か実は会ったことを俺一回飲みに行ったよね、だいぶ昔に。めっちゃ前。そう、俺も行くだけと行ってる。で、多分2回ぐらい、え、2回か。屋敷くんは2回ぐらいで、1回は大自然のしんちゃんと、うん、なんか別府とかやんね、たぶん別府ちゃんおらんかったおらんかったの、ノブくんがおった。ああ、デニスの、うん、で、なんか当時俺らがめっちゃ行ってたことぶきっていうなんか居酒屋もう潰れちゃってそこに行って飲んだの。あえ、志麻さんは多分その時はニューヨーク2人ともおってはあ、こっちこっちかな。ああこっちこっちに、それもしんちゃんが誘ってくれて、ニューヨークが2人来てるって飲むから一緒にどうみたいなんで、メキさんもいた時あ、おったかな。なんかね、いろんな芸人が俺らが飲んでる横とかにもあって。そうで、そうっすよね。山本プロデューサーは先輩ですもんね、31期っすもんね、うん、こっちで言う14期っすもんね。そうそう、大体1年先輩で、年齢は中川くんは俺そうためなんです。そう、完全に大卒の。山本さんが若いっすよ。俺は高卒やから今年で34。若っ！若いね。貫禄半端ないやね。若っとか言い合う年でもない。いやなんか先輩で年下って感じ全然違う。ちゃんと年上の人の感じあるけどな。なるほど。で、東京出てきて半年くらいですよね。半年。そうそうそう。うん、ちょうど。マユリカとか、うん、そうそう、紅生姜とかと同じ列車に乗ってきましたよ、ね。で、堂前さんと住んでるんですよね。そう、今そう。あ、そうよ。だからもう、仕事中もプライベートもなんか常に同じような顔も知ってるから、確かに俺の堂前さんが確かにどっちありません。今日堂前さんかな。決め似てるわ。前もっと今の堂前さんと同じような髪型や。普通にウサギさんに間違えられる。ウサギさんに今日ネタどうするそれやりたいやつやってください。でも面白いんで大丈夫ですよ。あ、そうか、でも初めて多分会った時さ、うん、シカゴ実業じゃなかったよ。じゃなかった、前のコンビやったから。あ、そうか。何やったっけ。数学 AB。 そう、数学 AB や。そうだっていう。数学 AB や。そう、その時は別の同期と。もう辞めた、その人。辞めたと思う、分からんのか。そのそんな感じな、吉本に、芸人としては多分やってないと思う。吉本に所属してるかどうかは分からんけど。あ、そうなの、うん、そっか、だからシカゴ実業は組んでまだ5、6年くらいですね。でも
もう8年目ぐらいかな。あ、そんな歯科実業歴長いっす、実は。なるほど。山本さんはそれまではコンビですか？俺はピンでやってた、結構長い間。あ、そうなんですか。ピンっぽくないっすね、山本さん。ピンでポイズンソリマチっていう名前でやってたよ。あ、やばやっべぇやっばい、ピン芸人。何がやばいこと。え、ポイズンソリマチ歴はどれぐらいですか。ポイズンソリマチなんて絶対良くないっすよ。7年くらい。え、7年 ?7 年くらい。何でもポイズン、何でもポイズン、そんなポイズン歌ってねえっすよ。ソリマチも7年も歌ってなかった気がする。マジでやってたよ。7年そういうのね。ポイズンソリマチ。ポイズンソリマチで、マジか、大阪の劇場にも所属しててん。え、すごっ。実は。じゃあ、シチュー君からしたら、ポイズンソリマチさんって感じだったんですか？ポイズン、だからポイズンソリマチさんし、ポイさんってのをずっと呼んでたから、で、資格実業を組んで、山本プロ野球に会員になった。何してるんですか、名前。いや、また普通の名前ではおられへんのやと思うんですよ。山本本当の山本さん。山本本は。ひちゃゆきは何？ひちゃゆきは、俺はもともと本名は。ひさゆきやろ？そう、中川ひさゆきやって、で、資格実業を。町秋みたいな。そう、そうっていうか、後付けで町明がもし、あの町明さんがあの芸能界で仕事なくなったら、俺が代わりに町明の仕事するみたいなことは、後付けで言ってるけど、うん、別にその町明さんみたいにしようと思って、ひちゃゆきになったわけじゃん。なんでこれね、なんかむちゃくちゃ、その、めっちゃめんどくさい理由が、あるから、やめとくわ。お前なんか旅行、一緒に旅行とか行って、うん、そこで、なんか、ノリみたいなこと。そう、ノリでできて、だから、なるほど、ひちゃみたいな、やって、で、実際組むってなって、その後に組むってなったから、ほんなもう、ひちゃゆきで、お前も解明せえ、みたいな。あ、じゃあ、シカゴ実業になった途端、ひちゃゆきと山本プロ野球になった。そう、そういうこと。巻き込み解明みたいな、俺は。あ、なるほど。自分の意思ではなく。あ、なるほど。え、じゃあもう基本ずっとポイズンソリマチだったんですね。元々は、そうね、1年目の時からポイズンソリマチやったから。あ、じゃあ、え、初コンビってことですか、卒業して。ね、なんかね、ちょろちょろ1ヶ月ぐらい組んだり、離れたりしながら、なんかやってたから、はい、そこを歴に入れてないっていうだけ。あ、なるほど。うん、でも東京来てだいぶええ感じなんじゃないですか。まあ、大阪の時よりはいいね。なんか、今月も行ったし。絶対にいい感じやね。でも大阪で、でもその劇場では結構あったんじゃないですか。いや全然ないよ。大阪はやっぱ如実やから、あのグランドバトルっていう、はいはいはい、劇場のバトルでやっぱ上に行かんと、そのなんていう出番もらえへんくて、はいはい、そのやっぱミルクボーイさんもあの M1 優勝するまでずっと下にされるような大会やったから、気持ちの悪い。あの、ようわからん。なんでそんなことなるんですか。その日一日暇な社員とかが突然の審査員やるから、どうしよう。知ってるやつに点数する。今すぐメス入れた方がいいでしょ。で、会議を取ったら、そのバトル。次のバトルは、その1番とか2番にされるから。あ、ずっとその負の。そうなったら下になんか、なんかはめ技みたいなのに。あ、なるほどね。食らわされて、ずっと会議を回るっていう。なるほど。だけの状態になる。え、なんか体感やっぱ違う、東京来てこのお客さんの感じとか雰囲気さ。でもどうですか、東京半年、うん、なんかいろんなところでいろんな客、お客さんがいるから、うん、なんか同じネタが、うん、の受け方がちゃうなという、うん、ショーレースと吉本のなんか日曜のやつと、うん、なんかわらむげとかの無限大のお客さんみたいな、だからなんかそこはむずいなと。あ、むずい。なるほど、むずいと。でもなんか調子ええなっとる理由はあんま分からんすか、東京来てすごいええ感じやなっていう。いや、だからもうこれまでの自分らのとりあえずええやつを順番に出していって、どれがヒットするかなみたいなんでやってきたから。なるほど、なるほど。それがいい感じになってるってことですか。同じようなネタはあんまやってなかったから、なんかどれか当たるやろみたいな。なるほど、なるほど。はぁ、生活はどうすか、半年で。生活、はい、生活って東京仕事じゃない。あ、でも全然でも慣れたかな。あ、もう慣れました。そんなに食うなく。まあ、え、長谷川君は一人暮らし。俺一人暮らしで浜田山っていう場所に住んでる俺は。あ、これそうなんだけど、東京の人にどこ住んでるのって言われて浜田山って言ってもなんかそんなとこはないみたいな感じ。浜田山。品川の方で。ね、じゃあの井の頭線。あの吉祥寺とか行く明大前越えて、あ、なんか永福町越えて、どうやったらそんな渋いとこ選べんの。それは俺はでもほんま騙されたのよ。誰に。あの同期でスロッピーっていうコンビ組んでる、はいはいはい、マスマンっていう、はいはいはい、人がおるんやけど、はい、まあ、そいつと仲良くて、はい、ちょっと東京に4月から行くから、はい、ちょっとどこがいいか教えてくれみたいな、うん、そいつが浜田山が東京で一番いい街だってめちゃめちゃ騙されてる。でも俺はもうそれを信じるしかないから知らんから。いや、もっと言ってないし東京の知り合い別に。え、松葉はどこに住んでる。
松永は浜田辞めるすんだ。あ、浜田辞めすんだ。だから、仲間は欲しかっただけやったって言ってたけど、浜田辞めに住んでる。あ、全然問題なく。まあもう全然、まあ渋谷行きやすいもんね。うん。あそこいつらが今、紐みたいな状態でもあるから。あ、そうや、俺なんかで見たな。あれ、チャンスの時間か。そう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 。あれはでも、実際にほんま。何やったっけ ?DM やったっけ。そう、DM がたまたま幕張に出た時に、その後、まあ、家帰ったら、なんか、インスタでフォローされてて、うん、で、まあ、どんな人なんやろって、パッて見たら、うん、まあ、ちょっとセクシーな女性やって。うん、もう相当なスケベ。どれぐらいのセクシー度、まあ、写真がってこと写真が、はあ。スケベで金稼いでるんだよ。ああ、そうそうそう。いや、そういうお仕事。よくない言い方やな。はあ、うん。で、うん、そのフォロワーとか見たらもう、マジ30倍ぐらい。十何万人とか。そう。追って。すごいな。で、やっぱ怪しいってなるやん、まず。うん、なんで俺やねんもあるし。プロってことっすよね。プロって、だから、そういう、一旦多分有名になって、その名残で、あのエロい写真とかをサブスクみたいにして稼いでるよ。いやいやいや、いい加減しますね。はい、言い方むちゃくちゃですよ。え、表で出るタイプのエロいことやったかってことよ。まあ、だからもともと、まあ、そういうエッチな仕事もありつつみたいな。あまあ、そう僕が言うようにしてる。有名有名有名って、まあでもその知ってる人は知ってる。だ10万よ。だから10万ぐらいの人、すごいと。で、今はそういう、まあちょっと、際どいやつとか、ファンティア。っていう、なんか聞いたことある。聞いたことある。そう、それで。いっつも登録仕掛ける。そう、そう。俺も。怖いから、見、なんか身分バレそうだね。いつも手が止まる、あれ。俺もエロ漫画のそれは登録したりしてる。知らんな、俺、マンティア、ちゃんと。そう、それで、お仕事をしてる人で、今はその人の家で。え、ちょっと待って、もうちょいちゃんと教えて。DM が来たの。そう、DM が来て。なんて ?DM、あ、DM みたいなのフォローされて。で、まあ、そういう。有名な人かなと思って、まあ、フォロー返すやん。うん、で、まあ、ちょっと下心も。もちろん、もちろん、分かりつつ。で、返したら、DM が来て、うん、フォローしてもらえると思ってなかったですね。それ何ライブかなんか見てみたいな。そう、幕張の、なんかシャッフル漫才みたいな。夢あるな、幕張。そう、そう。でも、でも俺はまだ信じてないやん。うん。こんなわけ、な、そんなわけない。絶対にドッキリやと思ったけど、よく考えたら、なんで俺にドッキリ仕掛けんねん。誰が見たいやつなんて。確かに。そんなわけないかってなって、で、やりとりが。だいぶもたついてたから。うん、そのなんか、ビビるよな。自分の力でみたいな感じやけど、うん、俺がむちゃ、いけ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 。どうすんねん、お前なんか。職先輩っすね。大阪にこいつ、だからそもそもなんか遠距離恋愛で来とって、で、なんか振られて1週間後やみたいなって、なんかグズグズしとって。あ、そうだった。そう、明日連中やって。そう、こっち来て、まあ、遠距離で頑張っていこうってなって。そんななかなか大変なことがあって。だけど、もう、向こうがその無理やってなって、で、振られて、あ、何もないみたいな状態の時にそうなったから、で、でもちょっとやっぱ怖いな。怖いな。どうしようかなみたいな。これが東京かってなった時に、その、まあ、こういった。そうやな。と、タバヤンさん。タバヤンな、影山。影山。どんな二人がもう持ち上げていけえ、で、飯行きましょうみたいな。そう、飯行って、まあ、こうなって。で、ちょっと待って、見たことない。これやばくない東京ドリーム。そう。でも、あんま聞いたことないの、そんなすごい話。で、ほんまってなって、やっぱ信じられんかったけど、うん、結局でも、なんか付き合ってほしいと言ってもらって。うん、マジで？で、いや俺も、それは。めっちゃツボやったんやな。え、それ何チャンスの時間で、それ誰か隠してるわけ？まあ、一応まだ言ってないかな。本人はでも、まあ別に言っても全然いいよ。という感じ。おいくつくらいの？ね、34歳。ああ、大人だ。そう、まあまあ近い。だから年齢は。はあ、で、肝ってどういうこと？だから僕全部飯送ってもらってる。今。え、一緒には暮らしてないの？一緒に、ほぼ一緒に住んでる。だから俺、家は浜田山に。ああ、あんま行ってないんだもん、浜田山に。あの、木造アパートの101に住んでるから。で、ほんまに、あの、服とか一応置いてる。うん。なるほど。でも寝るのはもう基本その彼女さん家みたいな。もうレンタルスペースくらいのもんね。服と輪にタバコ吸って帰るから、ほんま喫煙所みたいな。6万円で喫煙所借りてるみたいな。
松間くんめっちゃ寂しいやん。そう、せっかく来てくれたのに。松間は勝手に家来んのよ、あいつは。ああ。で、明かりついてたら入ってくるみたいな。俺が、しかも37のやり方。もうそんな37の、そんな。松間も37のためでしょ。20代の下積みの時のやつやろ。売れてなさすぎるやろっていう。青春すぎるって。で、俺が。それはそっちの生活の方がいいわ。彼女に家に行ってる最中に松間は何回も俺ん家に来て、明かりがついてないの確認して帰ってきた。かわいそうや。むっちゃかわいそうや。かわいそうじゃねえよ。あいつが変なだけだよ。松間も女の家連れてたのよ。じゃあ東京最高やん。いや最高よ、俺からしたら。そのまあ、お笑い結果も出てきたし。そうやね、賞レースもええ感じやし。そうで、給料も増えたし、で給料増えたのになんか使おうお金は。なんかあんまないみたいな。なるほどな。金も使わんでいいから。そう、飯とかももうその出そうとしてももういらんみたいな。そのお金で後輩と飯行けみたいな。嘘やろ。ほんまやねんこれが。それすごいええやん。かっこいい人。え、それさ、俺キモの人であんまちゃんと話聞いたことないけどさ、立場はどうなんの？ちょっと弱なってけへんの？毎回金出してもらっとったら。ああ、いやでもそれはまあ俺がバグってるからかもしれんけど、うん、あんまりない。あもう、うん、まあ申し訳ないなとか頑張って返さなあかんなとは思うけど、うんうん、まあ思うだけやな。思わんことはないよ。現状めっちゃ頑張って思ってる。思ってはいる。なるほどね。でも洗い物とかはしたりは、うん、たまにする。そっちの方がいいかも。ひもひもしすぎとってもな。そうね。結局やれることってないなってなって。あそのやこれやってくれてるからこれって全然対応できひんから。確かに。うん、まあ気付いたやつだけやるとか。はあ、そうだったんだ、それは知らなかったな。それが東京来てどれぐらいの時の話？それは、7月末ぐらいやから、3ヶ月、3ヶ月、4ヶ月目 になるぐらい。東京、もう一気にぐわっと生活が、いやもうほんまに変わった感じになると思って。一番勝ち組なんちゃいます？いろんな、あのマヨリカとかアベニシャとかいっぱい、まあ、その上がり幅みたいなんで言うと、そうやろ、うん、成長力みたいなんで言うと、なるほど、ね、これで M1 行ったらもう最高やもん。確かにすごい年になるね。うん、でもなんかよ、こいつだけやけど。でも仕事は全然増えてるじゃないですか。増えてるじゃないですか。そう、俺が全部考えてるから。俺は増えるあ、そうなんですね。増やしてくれてるじゃないですか。俺のネタでなんか結果出てるとか。お前別に聞いてるだけやんけ、俺の話。でも屋敷隆人とかあるもんな。あれも何も喋らへん。あれ、こういう細いっていうキャラやから、俺何も喋らへん。なんか喋ってる風にやってるだけ。でも堂々としてるもんな、長尾君って。そのネタ書いてたやつのオーラじゃないもん。ネタ書いてる風に見せる感じは得意。二人で考えてるかなやったら、長尾君が書いてそうな雰囲気出してる。まあ、14年間でその雰囲気だけ培ってきたから。それも紐に生かしてない。紐じゃないみたいな顔できてるじゃん。確かに紐っぽくないもん、ね。うん。養ってる顔してるもん。いや、全然よ。山本さんの方が紐顔という。確かに、山本さんの方が紐顔。書いてない顔やし。年上顔やし。逆。全部逆だね。はい。でも、どういう戦いきさつで組んだんですか？確かに8年ぐらい前、もともとピンポイズン反町で頭打ちになって、うん、もう無理や一人で売れるかいなと思って、うん、でも7年やったってことはちょっとええ時も劇場に入るぐらいの感じで、うん、ええ感じで劇場入ってるもん。すごいっすよね。でもほんまに7年やって3年ぐらい頑張ってほんまに4年ぐらいダラダラしてたから、ああなるほど、もうきついきついってなって、うん、でこいつ その通学 AB 解散した。通学 AB もええ感じやったよね。うん、まあ、劇場には入ってたけど、まあ、俺も俺でなんかちょっと勝てんなみたいな、そのコントをやってたけど、まあ、そうなんかおしゃれコントみたいな、男性ブランコみたいなイメージ俺通学 AB っていうのは。まあでもそうかな、パワー系ではなかった。そうだよね。でも日社とかロンコートさんとかがバーンって行って、ちょっと勝てんなみたいな気持ちになって、なんか変わらなあかんなみたいなんで解散ってなって、お互いに、ああもうちょっとこのコンビきついなって、うん、そうそう。で、あなるほど、どっちから来るで、俺がなんかとなんかちょうど別のなんか飲み会みたいで解散することになりましたみたいな、うん、で、あほんなら M1 ちょっと出てみようかみたいなから、ちょうど M1 の時期やって、でユニットでやってみようかみたいな、うん、なるほどなるほど。それがちょっとじゃあしっくりきて、そのままホーム、まあ、なんかしっくりというか、まあもうなんかユニットってしょうもないなってなって、ほんなら僕出まおうかっていう、うんうん、そっから7年8年ぐらいシカゴ実業大阪自体はどうやったんですか？いやでもほんまにぼちぼち、なんかたまに準々決勝行って、
って、あで、まあ、なんとか2、3年で劇場入って、でそっからうだつ上がらんみたいな。あなるほど。一番解散せえへんけど、こう、そうそう、した方が損っていうだけで解散してないみたいな。なるほど。え、で、この東京行きはどうやって決めるんですか？確かに。東京はまあ行く何年か前ぐらいから、でもそれこそ俺らジュースごくクラブ俺が入って。そうだよね、ジュースごくごくからも半端ないから、そのドラム、そうなんだな、素人から今バリバリ叩いてますもんね。いやでもそれでも全然もう辻君に誘われて、もう素人の状態から入ったんですね。いや誘われてっていうか、なんか堂前さんと、バンドやるみたいな話になって、堂前さんベースやるって、うん、僕ギターで、うん、で、なんか坂本にボーカルさせようと思ってて、うん、で、ドラムいないんですよねみたいな、うん、ちょっと練習部屋から入れてって言って、あーあー、むしろ山本さんから入れて入れて、サークルのノリの感じっすよ、多分最初ちょっと楽しそうやなみたいな感じで、あなるほど、すごいな。え、ほんで東京はどういう感じなんですか？で、なんかまあバンドもええ感じでちょっと上向きになって、で、なんかその1年、2年前ぐらいに来年ちょっと僕らとロングとマユリカとか行こう思ってるんですよ、東京みたいな。それやっぱ1年2年ぐらい前からそんな感じになる。1年前ぐらいに多分芸人としてもあって、でもまあバンドはバンドやから、ああでもなんかよう誘わんじゃ、いや確かにバンドの都合でね、ドラムだけ大阪はあれやから来てとは言われへんすよね。でまあ1年考えて、ああでまあ大阪おってもダラダラしてるし、まあなんかええ機会やなというか。なるほど。じゃあきっかけはジュース国語のメンバーが東京行くのを聞いて考え出したんですね、うん、東京も。そうです。だから東京っていうもんはどうかとか、なんか状況っていう線を多分どっかで消す瞬間があって、大阪の芸人って。ああ。なんかコロナぐらいからの配信とかで金稼げる芸人が増え出して、東京行かんでもええやんみたいな。なるほど、そういうのもあるんですね。結果出たタイミングで考えようかみたいな、なんか M1 の。そうやよね、確かに。まあそうやよね。だから2種類あるよね、結果出て流れ乗っていくパターンと、うん、自分今の現状変えたくていくパターンと、うん、2種類のね、うん、状況ありますよね。だから現状変えるパターンが多分ね、薄れていくの。ああ、うん、だからリッチやロングとかあの辺が、あ、まあ、数字取れて、そいつらのにちょいちょいイベント呼んでもらってたら、まあまあ稼げるようになるみたいな。ああ、それじゃこうかな。ああ、なるほどね。そっか、だって博打っすもんね。博打、そりゃ。でもシカゴ実業さん見てまた行きたなる大阪の芸人多いんちゃいます？いや、まあ、くすぐられてるんちゃう。可愛い彼女ゲットして。俺も会うたびにその話してるから。多分またこれ増えますよね。東京すげえって。そう、俺が会ったってことは全人類あるかなって。これは顔とかじゃないから。なるほどな。だそこの絶妙な状況の感じはみんなあるんやろうな。はあ。え、出身はどこですか？出身俺は兵庫県、神戸。あ、そうや。感覚っすよね。そう、俺感覚。しかも感覚の中高って大行ってない。大行ってない。変やなぁ。たまに寄る人や。それってエスカレーター式の頭いい。そうよ、まあ、だから中学受験して。あー、すごい。ボンボンっすか？ボンボンですよね。だから紐みたいな雰囲気が出てるの。さすがに。いや、感覚の中高一貫行けるなんてもうボンボンの育ちだ。青学みたいなもんやから。なるほどなるほど。え、なんで大学行かんでなかったんですか？まあだから、まあ、吉本行くしぐらいの。え、そんなやつ一人ぐらいですか？あの、一人大学行かんみたいなやつ。行かんみたいな、行かんか行けへんかっていう。ああ、行かれへんか、うん、あ、すごいな。だからもうお笑いやるって決めちゃったんですね、高校卒業するときには。まあでもそんなノリかな。あ、はい、あ、そうなんだ。中川君は？俺は高知県。高知、高知県の、まあ、秋市っていうまたもっと田舎のところ。ああ、秋、はい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 。で、そこで、まあ、高校、地元の高校そのまま行って、で、大学で愛媛の大学行って、そこで高知県で M1 やってないからさ、うん、放送してないから、うん、M1 もそこで大学で初めて知って、え、 M1 映らへん？映らへん。だから今も映らんから、別に今年決勝行っても親見られへん。その日は別のテレビを見なあかん、M1 の決勝の日。え、高校まではお笑い普通やった？いや、全然見んかったから、ほんまにあの、ごっつええ感じぐらいは子供の時見てて、エンタとかをやってて、うん、ほんまエンタのモノマネとかをしてる人が、まあ、学校で、みたいな。でも別に自分がそれ出たりとかなく？全くなかった。え、じゃあ大学の M1 見てだいぶ熱なった？それで、あ、そういう大会な、面白いな漫才ってなって、うん、なんか就職する時に、もう就職活動がめっちゃ嫌なって思って、うん、だるいなって思って、やりたい仕事もないしってなって、うん、の時に、おかんとなんか車乗ってる時に、うん、
なんかワンボックスのおかんが運転してて、俺なんかなんかしゃべる2人やねん、ここに乗ってて、ああ後ろに、ね、で、あんた就活どうなみたいに言われて、うん、いや、まあちょっとだるいとかも親にちょっと言われへんなってなって、で、そこでなんかその返しなくなって、うん、その芸人やりたいって言って思ったの、うん、やばいな、ね、NAC に俺俺も応援したくないこいつのこと。でもそれは言ったらその会話を終わらすためみたいな、行きたいというか、そんなわけないでそんなわけない、で言ったらそれであんたそのやめときって言われて、そろそろ、うん、で俺は思ってたのよ、うん、そしたらええー、やんって言われて、あお母さんがまさかその返しが来た、うん、で、まあでも好きは好きや、お笑いをやってみたいみたいな気持ちはゼロじゃないから、ああだからほんまに、まあ、言ったらどんどんちょっと現実味を帯びてくるというか、そうで、まあ、言ったら四国の田舎もんやから、うん、その自分のことはちょっとおもろいと思ってるけど、うん、ほんまに大阪っておもろいやつめっちゃ集まる場所って知ってるから、うん、ちょっとそのどんな感じか見てみたいみたいな、あ、うん、その自分がそこで入ってどうなるんか見てみたいみたいな気持ちもあって、うん、でそのそこからもバイトして、あ、ためた4回生の時にバイトして全部、うん、で4年でちゃんと卒業して、そうで、あそこはちゃんと卒業する、うん、で行ってみる、で行ってみてどうやったのそんなやつが、いやでもおもろい人はむっちゃおもろいけど、うん、そのおもんないやつもやっぱおるなっていう、意外とまあ行けんことないな、うん、そうそうそう、うん、言うたら18歳ぐらいのさもう血気だけで来てる人とかもおるやん、うんうんうん、で自分が18歳ぐらいの時と全く同じぐらいの重さやった、うん、その4年間やっぱ違うとかがあって、なんかやれんことはないのみたいな、え、で、NSC の時意外と成績良かったの、数学 AB、 数学 AB じゃなかった、その時、あ、違ったんや、うん、その時はもうやめたけど、異文化の沖縄のやつと、あー、はい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 、で、ほんまぼちぼちの B クラス行ってとか、あー、うん、なるほど、そんな、そんなぐらい、はぁ、うん、で、卒業して、まあこう解散とかして、そう、いろいろいろんなコンビ組んで解散して、数学やってで終わって、でしぶとない、その薄い感じで入ってきた割には、うん、だから他にやりたいこととか、働きたくないが一番でかいから、うん、だから人生が全部惰性やね、うん、こいつ全部もうだってめっちゃラッキーやん、可愛い彼女ゲットできたことが、しっかりせなあかんなるよ、芸人辞めたら、そやな、芸人を辞めたら、俺はその今まで一回もしっかりしたことないのに、30歳ぐらいしっかりせなあかんの。しかもそっからのしっかりはほんまきついから、もうきついよね。もう自分のやりたいこととかもなしにして、その結婚とか考えて結婚して、もうこっから50年ぐらい俺しっかりせなあかんねやと言って、しっかりできんなと思って。37からのしっかり。そう、37からのしっかりはちょっと、無理やわ。これ一応さ、順々の前日ぐらいアップしようかなと思って。やめた方がええかも。5の方がええかもしれない。まあ、流しちゃおう。流しちゃおう。そっちは OK です。いや、俺はもっとこいつが嫌われてほしい。やっぱ嫌われないっすもんね、意外と。嫌われない。確かに嫌われなさそう。できそうやし。うん。大喜利は大変そうやし。なんか、一定のラインのおもろさを超えるっていうので、なんか全てを黙らしてきているというか。なんか一緒に寄ったら面白いよねっていうの、一本でなんか残ってきてる。なるほどね。なんか、おもんないこと言わんそうやし。なんか、ちゃんとみんなおもろいと思うこと言うけど、ちゃんと聞いたら。たまに、ガヤとかは、全部間違えてると思う。そういう時もあるんですよ。声が届かなくて、全員が無視して聞こえなくて。わかるわ、そういうガヤも、しっかりガヤ入れたらそう、食べたってね、うん、そこしっかりしてないから。聞こえないっていう。薄いガヤ、うん、あー、あるあるね。でもこの辺だけは気づいてる。さっきからずっとうるさいなみたいな。はい。はい。でも山本さんも高卒で31期、なかなかの、うん、しんどい。あ、でも堂前さんも高卒。堂前も高卒やな。ああ、うん、で、一人入ったんですか？俺一人にいた。高卒一人。高卒で。で、コンビ組もうと思ってたんですか？コンビは組みたかったけど、って感じかな。ああ、え、ご兄弟とかいらっしゃるんですか？兄弟兄ちゃんが二人。あ、三男坊。三男坊で。はあ。やっぱいいとこ就職してるんですか？いや、でも、どうなんかな。え、どういうボンボンなんですか？親は医者。あ、もう美味しそう。え、めっちゃ反対されたんだけど。やばっ！めっちゃ反対はされた。そうそう。え、じゃあ医学部行ってほしい感じだったってことですか？え、でもそんな感じではなかった。誰も。あ、じゃあ、緩いっていうか、本人主義な割と医者やった。で、その、ある程度やりなさいよみたいな。だから全員受験させられて中学。うん。え、で、お兄さんは何されてるんですか？
兄ちゃんは普通に仕事、就職医者誰もなってないですか？誰もなってない。へぇー、あ、じゃあそのゴリゴリツゲツゲの感じの医者じゃないですか？ではない、全然。はぁー、すっごい育ちいいやないですか？育ちはいい。へぇー、育ちはいい。え、で、芸人になる時もすんなりなれるぐらいの？いや、全然、その、吉本の願書勝手に出して、はい、で、なんか面接来てくださいよみたいな封筒を親に隠されてて、はい、で、吉本から電話かかってきて、はい、今から面接ですよって言われて、ああ、え、来ないんですかみたいなって、はい、いや、行きますって。あ、よう電話してくれましたね、そんな吉本の時代。40万1個でも欲しい。あ、まあ確かにそうか、40万チャンスか。40万チャンスあるから。で、合格通知も隠されてて。あ、隠されてて。その会議にならないんですね。会議にはならん。で、どっかで向き合わなダメやないですか。もちろん。で、なんか前、そうなって、行くってなってっていう感じ。あー、それは許してくれたんですね。まあ、許しては最初なかったけども。あー、じゃあ、許さんかったとてっていう感じ。あー。え、で、実家から NC 帰ってたんですか。で、一人暮らしして。あ、もう、じゃあ出たんすね、家で。その、でも、金ない時代とか結構耐えれました。その、ボンボンだった。いや、でも、親めっちゃ優しいから全然支援してもらってた。種類の違うクズだもん。いや、でもそれは俺ももちろん支援してもらってた。俺んちは、コーチから医者やけど、俺んちの実家はタバコ農家。タバコの葉っぱを栽培。初めて見たわ。あんな子、日本に。タバコの葉っぱを栽培してる。タバコの葉っぱを栽培して、それを乾燥場っていう。乾燥させて、あの、黄色いあのタバコの葉っぱ、うん、これタバコに入ってる。それにして JT に出荷するみたいな。へぇー。え、全部育てるとこから乾燥させて出荷するまで全部やってる。それはじゃあある程度儲かるの？昔は儲かってたらしい。あ、そうか。まあ、今はなかなか多分。今はもう全然もう。あ、そうなの、うん、やめてって言われるぐらい、その国というか行政から。え、かわいそう。もう、田んぼこれどれぐらいにつき、このぐらいお金あげるから、もうタバコやめて他の作物作ったらみたいな。でも今もタバコ作ってはる。親父は俺はタバコしかできひんって言って突っ張れ。かっこいいな。え、すごい敷地なタバコの。いや、でもそんな。あ、そのアメリカみたいな感じで。そこまでではない。へぇ、めちゃめちゃ聞いたら、聞いただけ出てくる2人。結構だから、なんか、その思われる印象が逆。そう、なんか確かに泥臭い感じのあれじゃないんだ。だから俺の方がタバコも吸うし、バイクとかも乗るし、ギャンブルもするって言うたら、確かにこっちはしない。なんか、いや、しないですか。タバコしない。ギャンブルも。ギャンブルしない。ドラムだけ。ドラムだけって言うんですよ。酒とかも。野球はめっちゃ好きなんですか。野球はめっちゃ好き。あー、よかった。いや、それ、嘘でも絶対言うでいい。好き。いや、たまにおるじゃないですか。俺野球興味ないみたいな、そんな名前つけたら。確かに。なるほどな。ちょっとまた、今後とも東京で一緒になった時はお願いします。ちょっといろいろ聞かせていただいて、めちゃめちゃおもろかった。ということでございまして、本日のスペシャルゲスト、シカゴ実業さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ついに日本の社長が来てくれました。ありがとうございます。ついにか。いや、でもみんなやってくれっていう声多かったよ、SNS でも。あ、待って、思いますか。てか、辻君と SNS で絡んだらむちゃくちゃバズるな。なんなん、いや、このまま。そう、俺ちょっとなんか、やりとりしてたら、もうそれがいいねつきすぎる、怖なって俺も逃げた。いや、ごめん。大阪でもう今。いや、狩りよ、完全。完全に狩り。社長のトップ。いや、ほんまに。スマ。割と狩りとスマでしょ。狩りとスマになっちゃってる。今、ほんとになんかそんな感じするもん。ちゃうよ。ちょっと気にしてたもん、俺。あの、言うと毎日やってたやん。毎日やってた。プツッと消えて、俺だから、エルフとかに、屋敷怒ってないって言って。俺やってもうた。俺ちょっと。ちょっと俺もあれなんでエルフとかに聞いてるしみたいな入ってなんか煙突あちゃこちゃんあちゃこさんとか出して、うんうん、あれやりすぎたかな。いやいや、なんで俺行き過ぎた。俺地雷じゃないよ、煙突あちゃこさん。知らん地雷が。いや、俺は俺で怖なってきて、もうなんかめっちゃいいねってほんまに。日じゃないぐらい。マンとか、まあマン。マンも、マンも言ってたよね、多分。出たな。あれ、それすごくない？まあ、キングオブコントパワーもあったんやけど。そうか、キングオブコント。いや、でも辻君ってやっぱ巨大なカリスマなんや。ちゃ、それやめてくれ、それ。最初のさ、最初の絡みでずっと言ってるもんな、その、うん。あの、あれか、祇園の。そう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 。あれだ、1年ぐらい前。初めてほぼ喋ったというか。でも、そう、何がそうかもね。そうやな。でも、なんか、お前はさ、去年のキングオブコント終わり、辻君とちょろちょろ喋ってたよね。あの、
豊洲のバーベキュー場で、あのバーベキュー場で、うん、覚えてる？え？覚えてないやん。喋ってたの？喋ってた。みんなと喋ってたよ。いやなんかね、二人でお前は喋ってたよ。なんか二人で。その時の島さんめっちゃ可愛くて、なんかちょっと最下位で、うん、いや俺最下位だよって言ってて、うん、いや俺 M1 も最下位です。はい。2個も再開とかあるとかってむっちゃねまっすぐねまっすぐ再開に傷ついて、いや俺もまっすぐ傷ついてたからマジでもうそう考えたら最悪だで俺はなんかあかわいそうやなってかわいそうってか、うん、そんな面白かった再開とか別にまあいいやんっつったら次の年再開で全くいやでも辻君は割とちゃんとだからさあのふざけてたというかすぐ暗転にしたりさあー俺あのその今年のバーベキュー場とか、うん、2020あそう、うん、バーベキュー場でもちゃんと多分やってたよ、うんうん、それすごいなと思って俺はだからエールを送ろうと思ってこうやって辻君ったらじゃあもう SNS で何してんの何してんねん辻君やっと仲良くなれると思って俺はだと思ってなここやと思って俺はちょっと説明させて俺は正直あれ見てさ、うん、屋敷が言ってくれてると思って、うん、すぐ見に行って、うん、めっちゃ、うん、もう言うたらめっちゃ嬉しかった、うん、それ言わんとそれがほんまめっちゃ嬉しかったほんで、うん、で言うたら俺さ、うん、最初の方はさ屋敷が うん、あのそれも言ってくれたよ辻君を抱きしめで、うん、ああそう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 で俺も言うたら、うん泣いてくれって言って、うん、そう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 で俺はあの時の気持ちは早く屋敷に会いたいと、うん、で何やったら抱いてもらって、うん、ちょっと写真も撮って屋敷にちゃんと抱いてもらいました、うん、やりたいと思ってて、うん、でその YouTube 見させてもらって、うん、辻くんって言って、うん、途中まで嬉しくかってんけど、うんうん、気持ち分かるぞってずあれあれちょっとちゃうなって。いやだからちゃうなって思っちゃった。辻君落ち着け落ち着け。あれ落ち着け。どうした？ね途中で屋敷がさ、うん、あのもうネタやめたかったやろ途中で。うんうんうん。言うたら寝れんかったやろ。うんうん。俺結構ぐっすり寝たなと思って。あれなんでやろなんでやろこの俺屋敷めっちゃなんでそんなことなの？俺こんなええやつおらんと思っててさ。そうやんな。こんな。うん。俺屋敷むっちゃ好きやわ思って。うんうんうん。そう同期言ってくれて同期でそんなんだってさ、うん、得ない得とかじゃないやんそれって得とかじゃないよ言うたらそれはただただ、うん、言うたら優しさというか、うん、同情とかで言ってくれてるけど、うん、あれちょっとちゃうあれそれなんやねんそれおかしい途中でどういうこと途中でな何が違うの途中であれ途中で屋敷あれ一緒じゃないねんな屋敷と思って一緒でええやん一緒でええやんのこれ何なんそれ俺これ初めてやめようやそのいじめられっ子同士で揉めるみたいなさお前のがしたやろみたいないやいやもう二人で立ち向かおうやキングオブコントっていういじめっ子にいじめっ子にいやでもほんまこれを分かってほしいのは俺マジで感謝 して、うん、せやんなほんまにそれは、うん、マジで俺はもう大好きになった、うんうんうん、屋敷、うんうんうんただ途中であれ途中って何屋敷俺そこまでいじめられてないぞいやいじめられてたよ泣いてたよな泣いてたよな去年は俺らが標的だったけど全く同じ状況全く一緒にいじめられ方が一緒だっただから俺さ聞いてくれ俺もこれクソみたいな YouTube 撮ってるやつランジャタイさんの時、ランジャタイさんも来てくれたのよ、M1 再会やった。なんかこんなんじゃなかったよな。確かにね。ほんまの再会同士の会話してモテるやん、今。ほんまの、再会同士の会話やばい。何やねこいつらっていう。でもだからさ、その初出場再会じゃないやん。ああ。俺らだって初めて出た時から一緒やからね、2020。そうや。ああ、20から。そうや。そう、その時はなんかええ感じで準優勝やもんなそう、その時準優勝よ、うん、だそれも踏まえてよ、だからいい思いしたら彼女おったのにみたいな1年の時2年になってからめっちゃいじめられましたみたいなそっちのが辛いやん、うん、でもう一個思ってたことあってうんうんうんあの2021、去年のキングオブコントも一緒に出れるってなって、うん、で、俺は準決勝でさちょっと喋って覚えてるかなどうやったみたいなで、うん、1日目はめっちゃ良かったっぽかったね、うんうん、ニューヨークが、うんうん、で2日目にニューヨークが帰ってきた時に、うん、なんか軽くどうやったって言った時に、うん、しましたかななんか、うん、ちょっと今日はきつかったな、うん、って言ってて、うんうん、
で、そっちをやったやん、1本目、うんうん、で、俺2本目知っててめっちゃ好きなネタやってる、うんうん、2本目っていうかあの、あやってない方ね、そう、やってない方、ありがとう、あれ嬉しいの、なんであのおもろい、絶対受けん、なんやったら俺優勝あると思ってたのに、うんうん、なんであれやらへんにゃって言ったら、なんかまあいろいろ他のこん、うん、そうね、兼ね合いがね、準決勝であんまりのやつって言っててやんにゃって思って、うん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 、で決勝見たら、あ、そうやんなみたいな、やめろよ、じゃ取れろよ、こいつ、なんだ、マジで、一回言わせて、後輩なんだよ、ただ、やし、ただ、しばらく聞いて、だから、しかも、もう一個言いたいとか、ほぼ同じようなマジだったし、だから、もったいねえと思って、あの絶対、絶対、俺、最終まで絶対行ってたし、まあ、ちょっと、そう、もったいねえ、ニューヨークもったいねえ、なんで、ちょっと頭良すぎるというか、計算しすぎたから、まあ、と思っててね、ネタどっかでね、いや俺はだからあの今年の煽り V でもう日本の社長ケツ君とかもう圧倒的に受けてみたいな、恥ずかしいよ、うん、もうどう考えても日社が優勝するやろみたいな受け方で行きたいみたいな言ってたやん、言いました、あれがもうめっちゃなんか気持ち分かって、もう俺ら3回目やろで、俺ら2回目やったから、もう正直もうマジで優勝しようと思って出たやつが最下位やったから優勝やしな、同じやんか、違う違う違う、ヤシちゃん、ヤシ俺が違う同じやんか、ヤシなんで俺が、じゃあさっきの準決勝の話したか言うと、俺らの準決勝えげつないぐらい、それは聞いた、それは聞いた、いやそれ聞いた、あの俺らのあのな最下位やったネタやで、だからさ俺らからしたらさ結構可愛い子というか、うんうん、俺からしたらもう、ね、あ、もうお前ジャニーズ入れるぞぐらいの感じしかない、なるほどなるほど、俺らのブサイクな子供と違うってこといや、ブサイクじゃないねジャニーズめちゃめちゃ俺らの子供ももう町一番ジュニアさんもなんかそうだからそこのちょっとさ、俺らも可愛さあんのよ、まだあの、いや、俺らもめっちゃ可愛いよ、ほんまそれ一緒よ、そこはそれやめようよ、人の子供可愛くないっていうのは俺はニューヨークめっちゃ可愛い子この方出さずにって感じだったよ、温存した、まあ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 そうやな、まあ、そう、ほんまは可愛い方出したかったってことですね、まあでもあっちの方やろうとしてもう一個の方やろうとして、やりたい気持ちはそっちやろ、めちゃくちゃ、そうね、いや、まあね、直前で変えたのよね、だから俺らもマジで優勝するんやったら、なるほど、2本目強いやつあんまおらんなみたいな、差しに行こうとしたよ、そう、まあ、あとね、ちょっと女装かぶりとかね、あーあ、そう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 、それをなんか噂で聞いて、そうそうそう、概念的になるわね、そうかそうか、悔しかったな、どうなんで、モチベーション的には今、いや、もうきついな、きついよな、もうやめようぜ、じゃあきつない、じゃあきつない、一緒になりたないだけで、逆に言うときは俺は逆屋敷、逆屋敷でも、ちょっと、うん、でもさ、うん、あの屋敷がへこんでるやろって言ってたもん、もう一個理由あって、うんうん、点数が低すぎて、うん、なんかへこむもアホらしいみたいな、あそのあでなんか別にアホらしいまで、まあ、ほんであとなんか準決受けたし、うん、で別にだからまあ超間違ってたってわけではないよ、うん、なんか別に、うん、まあ確かにそんな結構受けるなら決勝行けるね、確かにね、そうだからなんかあれと思って、あ、じゃあなんか変えなあかんか、もう俺らのスタイルではもう無理なんかなとか、あ、うん、だからなんかへこむってよりちょっとなんかさ、周期があるない、やっぱさ、その年の好まれるね、うん、もろそれを食らった感じがさ、似てる感じがしてさ、あ、それはちょっとね、いやいや、いや、そうなんだ、それはそうなんだ、それを食らって、一緒だな、ニューヨーク準決とか、そこじゃないニューヨーク準決って言って、準決しまさん、お前が集まってるやん、しまさん準決へこんで帰ってきてたやん、こうやってダメやったなって前日と比べたらねでも中身だから、で受けとかを気にしてるのはダサい中身だよ、いやいや受けやろ、受けやろ、受けやろ、勝利そこ審査員そこ見てるでも最下位やねん、最下位やねん、でも俺らも最下位だね、めちゃめちゃ俺らの時は本当にちょっと松本さんのせいっていうのがあって、ほんまに一番やばいっすよ、いろんなとこで松本さんが受けすぎやなみたいな
でもそれは言ってたのに、ちょっと受けすぎてるわみたいな。実はやっぱピン緊張するじゃないお客さんも、あ、私たちそんな笑なんで、まあまあまあ、あでも戦ってるからな、戦ってるから、ね、あそのせいではないでしょ、でも、まあ、でも暴言でしょ、それ 3割ぐらいまあまあ、まあまあそうやねでもマジで、日本の社長はだ辻君同期で月火行く後輩、はいはいはい、やけど、なんか、いつ結成したの2000何年結成は2013年あ、そうか俺が初めて知ったのはさ、あの M1 の準々落ちたけど、あは初めて投票システム採用された年に、ワイルドカードが、うん、確かに2015 2年目とかある、ね、15ですね、はい、だから2年目あ、決戦2年目 M1 復活した一発目やろ、そうそうそう、で なんか知らんけど、なんかあの投票1位あ視聴回数1位やった人はもう一回準決いけるらしいぞっていう、今はもう当たり前のルールやけど、それが初めて投票された時に、はい、あの上がったよね、日本の社長って、 はい、それで知ったのよ、え、誰誰誰みたいな、投票はそしたら、あの辻君は同期やぞみたいな、うん、どういう流れで組んだの日本の社長、あ、組んだの、まず NSC は行っとるよね、NSC は、NSC 卒業、一応だからあれやんな、大自然の白井とか、そうそう、白井と、うん、マルセイユのベップとか、まあ、ロジャーもしょ、ロジャーが NSC 行ってないでしょ、あ、そうなんだ、はい、そうそうそう、その NSC はあんまり残ってないの、今同期は、あ、え、三十二期さんはほんまもうちょっと正直、まあ、終わってるんで、まあ、いや、わかるよ、まあ、三十二期がすごすぎんねんな、まあ、ちょっと正直もう、あ、三三、あ、三十三だ、そうそう、チャンピオンいっぱいやっぱいてます。もう歴史上ナンバーワンの木になったよな、多分東西合わせて。そっか。チャンピオンが多レースに関しては。ザジー、優勝者、ビスブラ、ナンブラ、コロコロチキ、コロチキ、シモリアでも一応行ってはないのか。あ、そうか、ね、そうか、そうか。一般ですけど、でもすごい。とんでもない木になって、マユリカとかもおるし。そうです、そうです。はい。でだから、4年目ぐらいで組んだかな。え、それまで辻君どんな感じだった？目立ってたの？いや、対抗戦とか出てた？もあ俺 NSC はほぼなんか行けてなくて行けてないじゃない行けてないでいいやん行けてあの行きたかったけど行けてなくて行けあの行けなんで行けなんでゼガイでも行きたかったんけどじゃあ行けてないでそうゼガイでもゼガイでもいや行ってないだけやん絶対卒業公演も出たかったけど出てなくて出なかっただけでしょちょっとあじゃあブイブイ言わしてないんや全く C クラスでしょだってずっとそうあ、そうか、なんかで言ってたね舞台はほぼ出てなくてあ、そうなんだピンで3年ぐらい、まあ、ピンで3年ピンで、そうで、ちょい組んでたけど、ほぼピンであえ、NSC は高校の同級生とかで行ったわけじゃないの一人だし一人でで、コンビとかもほぼ組んでへんのあ、NSC は3つぐらい組んでたんですあけど、まあでも行けてないの解散して、なかなか行けてなくてやめてくれないの大卒ないし、やめてくれ大卒っしょ大卒あ、おないかおないあ、島田さん全く一緒か、うん、そうはぁで、ちょっとまあ京都から通ってたっていうのもあって、うん、あ、それなかなか行かれへんなかなか行けてなくて確かにな、その気持ち折れると行かれへんくなっちゃう京都遠いもんなあそうなんだあ、じゃあちょっとぬるぬるしてたの1、2、3ぐらいは、まあ、1年目ぐらいそうやな、ほんまにちょっとあの地下のまあその時まだインディーズとかまだカリスマになる前辻君がその前よりかとか全然カリスマじゃん分かったやろもう俺カリスマちゃうねんえ誰と 仲良いやつとおったその地下でやってる時とかそれこそロンコツダディとかああそっかもうその時からずっと一緒やなへえあっこはずっと同じコンビやからああだからお客さん2人とかでロンコツダディとかとやったりしたあのへえアンダーグラウンドだ大阪の、まあ、超地下でやっててでこいつも、うん言うたら、まあ、こいつはもう地下にも出えへんみたいなケツ君は何なのその NSC でもあんまりいや NSC はでも行ってましたコンビ組んで、うん、ちゃんと行っててちゃんと行っててまあそれこそ、まあ、一瞬ふわっと上のクラスに上がった時とかもあってはあそれも誰と連れあそれはあ NSC で出会った子ではいで、まあ、その子はもう今もう辞めてるんですけどほんでまあ僕ザジーとトリオ組んだりとかもえ、ZZ とどれを組んだりしてたの、はい、めちゃくちゃ面白い、まあ、まあそれでもラストの1ヶ月3月だけもうあかんけどほんまあかんけどユニット解散するつもりで組もうやみたいなね3人で、うん、あじゃあアグレッシブに NSC に通ってたんやねちゃんとまあ一応友達何人かおって、まあ、そのうちの人にザジやったりとかしては、はい、で卒業してから卒業してその
その B 上がった子と再結成するんですけど、うん、けどまあ結局お互いモチベーション続かずに、うん、だから月1回のオーディション、劇場のオーディションとかも、なるほど、もう、まあ今月まあもうええかみたいな。なるほどなるほど。じゃあ結構ダメダメコンビっていうかダメダメな2人やん。でも俺はちょっと3年目 2年目3年目ぐらいからちょっとピンで、うんうん、次15回ぐらいは出てて、うん、ああじゃあ結構バリバリピン芸人なんかすごいね。あのもうちゃんとやろうと思って、うん、途中からそんな出番もすごいよピンで。あでも出番はあれやで、勝手に出てるだけ。ああいろんなエントリーしてとか。その時まだ大丈夫やったから、だから場代全部払って出てるみたいな。ああなるほどね。いろんな先輩のライブに。えその時どういう気持ちだった？ピンでもこのままいったろうと思った。いやもう絶対ピンではやらんけど、やめ出んかったらやめてまうなみたいな。はあ。そうで無理やりやってて、でこいつはやってなくて。解散して、うん、はい、声かけられたみたいな。あ、ケツ君が声かけたの？そもそも、あの、辻さんが主催のインディーズライブとかもあって、そこに呼んでもらったりとかして、一人やのに、そんな主催でなんかやったりしてたの？主催、なんかもう一人のやつと、なんか同じ、同期とか後輩でなんかやろうかって言って、無料のライブを一応主催してて、こいつのコンビおもろかったから、出てやって言って、それ月1で出てもらってて。はい。で、ケツ君声かけたの？あ、そうです。ほんで僕解散して、まあ周り、まあ僕も一応、まあギリその笑いやりたい気持ちはあったんで。ほんまにギリやな。ほんまにギリやな。それは嘘偽りなくギリあったんで。まあやめるのはちゃうな、みたいな。はい。まあまあ、その、まあその仕事したくないとかもありますけど。リアル。普通のね。はい。はい、大学ももう辞めてもう私とかもう。あ、そうなんだ、はい、あ、大学辞めてんの？大学行きながらやってたよな、はい、僕 NSC 入るの大学卒業することを条件に NSC 入って大学辞めたりとかして、はい、親も不義理してるんで、はあ、いたたまれない気持ち以上お笑いやってて、ほんで、うん、まあその時周り見たら一番ちょっとあこの人いいなと思う、はあ、先輩やけどちょっとこっちから声かけようと思って、うん、僕からへぇー、そこそこ家行って鍋したりとか、そんなの一応可愛い後輩ではあったこいつからしたら一番可愛がってもらってる先輩って、ほんま俺はマジで17番目ぐらいやってるビスブラとかマヨリカとかおって、ギリベンチ入ってるぐらいの俺のこのケツの使い方として、うん、それビスブラとかと飲んでて、うん、深夜2時ぐらいに、うん、あの誰か来たらおもろいっていうだけで呼んでて、大分雑に今来たとかでめっちゃウケんねやあもう帰るぞみたいな、なるほどねそれをこいつは多分一番可愛がってもらってようとして大事な時に呼ばれる後輩やと思ってかわいそうに、まあ、他の先輩がいなかったね僕は。あでもちょっともうだいぶカリスマやもんピンやのになんかビスブラとかはぶらかしてはぶらかしてんちゃうねん、はぶらかしてんちゃうねん、これもあれがあんのよ、同期おらんやろ。ああ32期ね、友達がおらへんねん。ああじゃあ同期であんまつるんでなかったんや。そうほんまにだから同期まあ黒帯ともそう思うか。あでもその時は大西とむちゃくちゃ仲良かったけど毎月映画見に行ったりしたけどいやそれ聞いたことねえよそんな芸人毎月ロジャーも仲良かったやろ。あロジャーは仲いい、ロジャーは、まあ、そうロジャーがなんか辻は屋敷と会うと思うんだよな。あ、言ってた、ずっと言ってた。あ、仲良かったね、ロジャー。で、あと後輩とも友達みたいな感じで。そうそう、ほんまに友達。はぁー。で、ええよってなったの ?17 番目の。それも、もう誘い方が終わってて、これ、なんか、まあそれこそ、しんべヱさん俺、ダブラと。が、しんべヱさんお世話になってるもん。いや、お世話になってるだけですよ。一緒に住んだんだ1年間一番お世話になってる先輩やもん。だからいやお世話になってるけど別に何も得てはないっすよ。やしこっちから返すつもりもないっていう。いや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 あの僕は思ってたしめさんは、うん、しめさんの好きなものは、うん、あの唐揚げと売れてる後輩なんですよ。な売れてる後輩とかを客寄せでライブどうしたどうした何を言ってんの。何なのそれ。ほんま考えしめさん売れないじゃないですか言ったら。何なの辻君。
くん。辻くん。なんか、マジで。どうした急に。いや、考えてるよ。あの見た目で、ね。しんべヱさんってさ、大阪一の大兄貴やん。なんやったら、カリスマやで。そう、カリスマや。初代カリスマや。辻くんが2代目やけど。だってな、でっかいバスとか貸し切ってさ、なんか、旅行とか行ったりさ。そうそう。おらんって、しんべヱさんのこと悪く言う。8年ぐらい前ですよ。うん。そのことを未だに言ってるんですよ。8年前のことを。昨日のことかのように。そんなやつ信用できないでしょ。こんな話するよね。マジやめて。やめない。あの見た目で、ね、別に大阪でくすぶって、ほんで車持って結婚して、ね、あの後輩はべらかして居酒屋やって居酒屋潰してる人誰も応援しない。じゃあニューヨークさんがまだ組んでへんねん俺のストーリーの中にまだ組んでへんねん君ら。だから僕らが組む際にしんべヱさんの話が出てきたからそこを消化しないと次は進めないと。どうしたの？僕ら進まない。どうしたの？どうしたの？今言ったことは全てです。いや、おらんやろ、俺マジで聞いたことない。いや、50キロ、ダイエットして50キロ痩せましたよ。痩せました、痩せました。そこに20キロ増えてるんですよ。信用できないんですよ。だって、お二人が今から20キロ増えて無理じゃないですか。まあまあ、そうやな。どんだけ太ってないどんだけ自分に甘いねんと思うじゃないですか。俺は50キロ痩せたから、50キロ痩せたから20増えてもええと思ってるんですよ。じゃあなんかあったやん。ないです、別にないの。ないとしたらやばいよ。いや、客観的に、客観的に。え、しんべヱさんにも直接そうやって言うてんの？あ、僕は、まあ、言ってます。あ、言ってるし、僕は、まあ、ただこういう場で言う発言、まあ、裏でもそうですけど、まあ、全部しんべヱさんに聞かれてもいいと思って、喋ってる。喧嘩喧嘩、なんかラッパーのやり方やな。逃げも隠れもせえへん。逃げも隠れもしないですけど、隠れてよ。本人が自覚しないっていうだけで。ラッパーの見えてきた。ラッパーの喧嘩の方や。スー君や。スー君や。髪長い。だからもう、だからそれは僕まで、まあ、まだこう打足ですけども、うん、正直しんべヱさん話すのは時間もったいないですよ。だから、けどなんか僕も嫌やったら。もしてんだよ。俺そんなつもりないの。時間もったいないですけど、けど、まあ、逆にまあ、あの、大阪の後輩がみんなしんべヱさんに気使ってるというか、うん、だから僕思うんですけど、うん、いつまでしんべヱさんは僕ら担がなあかんねんって思って。いや何を？え、ゲストでライブ呼ばれたこと俺らないかな。あ、まだないんですか。うん。いや、でもあったら絶対喋りかけてくれるし、俺ら単独なんか見に来てくれとったり、うん、なんかめっちゃ今売れてる子大好きなんですよ。いやそんなテレビとか出る前やね。自分らだけで、あお客さん呼ばれへんから全部のライブで後輩呼ぶんですよ。単独も、新ネタライブもどんどん出てくるね。どんどん出てくる。僕聞きましたよ、あの森の宮で。聞きましたよじゃない。僕は聞きましたよ僕。森の宮であのライブがあったと。でそこはまあダブルアートさん、しんべヱさんも出てて、ニューヨークさんがゲストの回があったって。ほんでしんべヱさんは他の後輩全部遮ってエピソードトークをニューヨークさんにバンバンしてハマろうとしてた。誰が言うの？ほんまに、ニューヨークにハマろうとしたんだ。自分の話だけじゃなくて、人の話もなんかもう、これ聞いてんけどみたいな、自分のものにして、なんか全部ニューヨークさんに喋って、日本後輩のニューヨークさんにハマりに行ったって。聞いたのそれ。その時は、はい、それを逃さなかったっていうふうに僕は聞いた。それ覚えてないって言ったら嘘ですよ、それは。いや優しく喋ってくれるイメージしかない。僕は現場とそれで現場にはいなかったんですけど、じゃあ、あの時、あ、こいつハマりに来てるな、ハマろうと、あ、そうなんやと思った、思った人。激ヤバ MC やん、マジで。思ったよって人。モンスターよ。しっかり、ほんま。しっかり、まあ、ゲボンやん、マジで。カリスマでモンスターよ。しっかり。これ、俺の予想やけど、去年、あの、大阪で楽屋ニュースっていう、まあ、毎年やってる、あるね。年末の番組で、誰の話してんねんみたいな、いっぱい言い合うやつやろ。それが多分、あの人生一番受けて、
あの、しんべえ芸になってるの、この、しんべえ悪口芸。あ、その時にしんべえさんの話をぶち込んだ。跳ねて。そう、まあ、言って跳ねて、だからそれで、あの、まあ、その番組でも、まあ、僕、スタジオってしんべえさんが、あの、なんか、ツイッターで、DM で、投稿してなんか僕のタレコミも言ってきて、うんうん、まあ、ちょっと喧嘩乗りみたいな、うんうん、だ僕はほんまだから理想は、ね、うん、言ったら今後、うん、楽屋ニュースで、うん、まあ、他の番組でもいいですけど、うん、しんべえさんとこうバチバチほんまやりたいですよ。その時はしんべえさん現場にはおらんかったんや、はい、その文字だけだ。あ、そうだ、みんなの前でしんべえさんとバチバチやってる笑い取りたいですよ。ただしんべえさんは楽屋ニュース出れないんですよ、実力的に。いや、出れるよ。絶対出れるよ。しんべえさん出すんやから。絶対出れる。もっと下の後輩とか出した方がいいじゃん。いや出れるよ、しんべえさん、実力的に。出れないじゃん。実力ほんまに言ってます。いや、だって僕らのアベマの番組とかで出てくださったり。100歩譲って知名度的にとかじゃないの？そうそう、実力的にはやばくない？いや、これ僕ちょっと、ハルトちょっと、いや、僕らね、いや、ユーヤクさんのこれラジオ、YouTube 出させてもらってんのに、お願いしますのに、なんでお互い腹割って喋らないんですか？いや居酒屋の あれもうないの、こっちこっち。あ、ないです、そうはないですよ。あ、そうだよ、綺麗に折りたたみましたから、お店ぐらい何回か行かせてもらって、そういう弁当のなんかちょっと、うん、あの不満とかを言ったらみんな共感でバーン笑うし、弁当の不満、弁当、はい、あ、こっちこっちから、まあ、知らない方が、まあ、それは 99% の人が今見てる人は知らんと思いますけど、結構知ってるんじゃない、しんべえさんがやった居酒屋ね、まあ、居酒屋やってて、ほんで、まあ、土日とかはお弁当 の、 そのテイクアウトもやってる。めっちゃ優しいやん、劇場のみんなのためにってことや、むちゃくちゃ遅いっすやん、持ってくんの、まず知らねえ、あるあるみたいな、あるあるだからあれみんな30分、40分前に頼むんですよ。下手したら1時間前に大変なんだって、ベッド大量に頼むわけでしょ、どうせだからみんな午前中に頼まんのあれば揚げたてやから、いい時間に来わへん、揚げたてやから遅いんや、じゃあ風呂油使ってないやんな。クレーマーやん、ただのクレーマーやん。見た目もハンバーグ弁当ってあるんですよ、ハンバーグ弁当出てくるな、ハンバーグ弁当はハンバーグが入って横にポテサラがあるんですよ。でそのね、ポテサラが、うん、ハンバーグと同じ大きさなんですよ、うん、これポテサラ弁当なんですよ。ハンバーグがちっちゃくて、ちょっとスカットジャパンの敵みたいなやつやな、なんかこの後ボコボコにされるやつやん、ただの。ほんで、あのご飯も大盛りでやっと波なんですよ。だから波頼んだらそこの黒が見えるんですよ。見えへんやろ。僕初めなんかひじき引いてんのかなと思ったそんな弁当ないやろ。容器の黒、プラスチック容器の黒なんですよ。最低。ほんで値段でまず芸人割引とか大体あるじゃないですか、どっか、うん、ただ居酒屋でも、まあ、店、うん、芸人関係の人とか芸人さんがやってるのはなおですけど、まあ、割引は一切ないんですよ。いや安いやん、そもそもが。いや、600円ですよ。安いやん。ほんでおかずをミックスにしたら700円、うん、でご飯を大盛り、まあ、波はめっちゃ少ないので大盛りにしてないとダメですよ、うん、ほんなら800円。ほんでインスタントの味噌汁がプラス100円、まさかの、だから900円かかるんですよ。900円で食える大阪の美味しいもん僕もっと教えてます。もっとありますね。もう潰れた店なんて900円、いや900円、何のために、いや地獄の弁当ですよ、そんな。ほんで持ってくるの遅いねんから。いや、あれ唐揚げもね、あれね、なんかなんか調味料とかちょっと味なんかタルタルとか、めっちゃうまかったね、唐揚げマジでうまい、うまい、なんかオーロラソースとか、うん、まあちょっとタレかけれるのが、ね、6種類7種類ぐらいあるんですよ。すごいよ。で、味に自信ないからなんですよ。自信あったら1か2です。もう潰れたよ、流暢に潰れた店やろ。もうえらいごまかしてるんです。なんで潰れた店の悪口言ってんの。いやいや、悪口じゃなくて、これだからずっと言ってんだったらほんまのこと。お前やん、潰したじゃ
お前が、お前が回したよ、これ。お前が、これで、これで、いや、マジ、しんべヱさん応援するんやけど、この戦い。しんべヱさん本人を含めて、そんなことないわっていう人がおったら、僕と、僕に言ってきてください。それで戦ったらいいじゃないですか。ただ、誰も言ってこないんですよ。戦えないから。僕の言うことが合ってるから戦う必要ないもんなその弁当のそれに関してはいやそうよだから大阪で僕ら劇場出てって東京からあの、うん、あの大阪の芸人さん志村さんのことを知ってる人だったらこういう話して僕をもてなしてるんですよ、ま、みんな笑うんですよなんでかこれ共感の笑いやから共感やろ今もニューヨークさんスタッフさん含めてなぜ笑ってるかこれ共感の笑いやから絶対違うやん少なくともスタッフさん絶対違うやんいやそれもう志村さんそれ腹割りましたそう、やばいやつが多いだけ。違う。いやだからそれまだ直接作業してないの？表で。してない。ライブとかでも。してないしてない。全く。裏で会った時はどんな感じなの？新兵さんと。え、おはようございます。で、ちょっと怖いですから。あ、ね、ああ。でも言えんねんな。言え全然言えますよ。ああ。出ませんの？新兵さん直接は。いやそれはまあ礼儀というか別に。ほんで。あまあまあ言ったら盛り上がるんじゃんいや正直そこを言ったらちょっとほんまに怒る痛い人なんですよやばいそれはダメよいやそれはダメよじゃあこれでも怒るやんじゃあ今怒ってるよいやじゃあしんべヱさん見早いからうわニューヨークがそれなんか笑ってくれてるって言ったら嬉しいです最悪です全部潰した全部潰したこのチャンネルが動画が回るやばいね動画が回るからまた全部潰したや今カツガレル下の後輩はこっち俺らシンベイさんの味方なんだシンベイさんニューヨークさんが笑ってるのこいつが普通のことは何も今笑ってるだけで何も好きじゃないシンベイさんのこと大好きどうやらに後輩っすね世話になってるのにそうやねなんかされたっていうエピソードここで言うんやったらな分かんないけどずっと関係ないやんケツ君もいや違うされてないでしょだからシンベイさんのことの本当のことを僕は喋ってるだけやからシンベイさんがどういう人って聞けたらこういう人ですっていうだけだから怖いなだから怖いシンベイさんのウィキペディアを僕が呼んでるだけですって言ったらあ、感情ゼロってこと今あ、そう僕の感情的なこととか個人的な主観も全部抜いてます嘘つけや主観まみれやったやんそれ抜いてます主観だけやってこのウィキペディア僕が作ったんじゃないです知らん人が作ってますそれは僕が呼んでるだけ呼んでるだけなんやはいはぁこれで納得できないんだったら、うん、もう今度大阪来た時にあのもうちょっとちゃんとお話ししたりとか。いやいや、もう、ケツ君以外の人に聞くわ、せめて。なんか、おかしいもん。じゃ、これは、いや、みんなさ、大人、社会人、芸人やから、それは言わないですよ。それ、しんべヱさんの、その、本当の、何そういう部分は言わないです。わざわざ言っても、ほんま得ないですよ。ただ、僕は、なぜかと、誰よりもしんべヱさんのことが好きやから、こういうことを言っても。じゃあ、お前さ、よ、本当のこと、しんべヱさんのために、ためを持ってた結局ね、しんべヱさんのことでお二人も喜んでくれてんだからために直してほしいみたいなことなためにってことはいやもうそれはもう直らないですよそんなあんな凝り固まってる人間はでもちろん売れもしないですけどまあ、いやダブルアンサーめっちゃおもろいやん漫才もコントも売れると思ってるんですかじゃあいや売れるやろそらえじゃあほんまにじゃあ10年後じゃあまたこの答え合わせしますよじゃあ僕いやええよええよお前ほんまに10年後もしてそんな正しかったら頭下げてくださいこのまんまやばい10年後になりそうやで、ね、君ほんまにそれでいいんだよ頭下げるよそれ頭下げる俺が間違ってたケツすまんって絶対に売れないってことダブルアンサー絶対に売れないすごいね先輩にいやまあ先輩やからというかね僕がお世話になってるから僕の恩返しの形がこれですうわっ怖っこれ恩返しなんや恩返しなのそれ恐ろしい復讐じゃないんやこれは何か違う だって僕が嘘の噂とか持った噂をまあ皆さんに話してたら僕これは悪いですよ持ってると思うけどまあご飯のことありませんいや持ってんや少ななんか少なめこっちこっちの弁当と一緒や少なめに俺喋ってくれるこっちこっちのご飯と一緒や少なめ大盛りにしてやっと波やねんどんな話やねんあと弁当の上になんか床に乗ってるんですよで床にしば漬けついてるんですよ、うん、同じ紫の2つ乗っけてるんですよセンス悪ないですかいやそこまで想像できへんねんそこまで絵浮かんでないよ何でもええよ全然絵浮かばなかった
早いね。何やねん。もうちょっと頭入りすぎてるだけ。今までのテレビ番組の量よりもう全部トータル全部喋ってる。この一発で。この一発。こんな喋らんで。確かに様子おかしかったね。いやもう20分止まってないよ。しんべヱさんの話になってから。どうやって組んだかの話聞いてないもん。私しんべヱさんになるやな。そのこのサムネイルが。だからいいじゃん。なんかしんべヱさんがそれで美味しいっすよ。だから。まあそれは僕気に入らんすけど別に。ほんまはね。俺がしんべヱさん、ちょっと助けすぎて。売れて欲しいは欲しいってことね。売れないと思っとるとしても。ああ、願望。いや、売れて欲しかったですよ。ただもう売れへんって僕は分かってもうたんで、応援したら僕のそのパワーもったいないじゃないですか。体力もったいないじゃないですか。いや、どういうことですよ、でも。かなりだ、だ言ったらもう、ただ、そうですね、地元の、例えば、それぞれのめっちゃおもん、まあ言ったらめっちゃおもんないやつが NSC 入ってじゃあ売れると思うんですよ。もうやべ、終わり終わり。ここはまた行くわ。また行くのか、どうやって行ったか。いや、売れないで。ここは絶対イコールじゃないですか。もう終わり。日本人たちありがとうございます。僕らの出会いの話しましょう。いや、もうまた今度聞くわ。また今度聞くわ。もうむちゃくちゃやわ。俺が名前出してもらったから。しんべヱさんが終わりして終わっただけやん。終わり。名前出した。ありがとうございました。ありがとうございます。何やねん、その仕上がり方。ほな、もっと止めてくださいよ。いや、ずっと言うから、止めてたよ。ストッパーがあんまりいいっすよ。ほんまに嫌われてるそうか、しんべヱさんって後輩から。いや、嫌われてないですけど。嫌われてないかよ。嫌われてない、だから言ってません、誰も嫌われてないんですよ。でも、嫌われてないですけど、違和感はちょっとあるみたいなこと。違和感あるし、まあ、あの人は、僕らのこと、俺らのことを利用してるだけの人やっていう共通認識ですよ。ただそれを言ったらややこしい人間なんで、それはみんな言わずに、一応先輩と後輩として接してるっていうだけ。そう、売れてないやつに冷たいとかないやろ別に。はないですけど、ただめっちゃええと。いや別にそこのあれを分けたんじゃないけど、売れてる後輩が抜群に好きっていうことと、あと、まあ、知ってる人からやっぱちょっとうっすら離れていくんで、売れてない後輩としか絡めない、あのプライベートを誘えないとかいうふうにはなってます。風呂行こうやとか飯行こうやってやったら、それみんなそうやん、ね、売れてる芸人はみんな忙しになってくるから。はい、みんなそういうもんなんじゃないの。だからほんま15年後輩の子とかしか捕まらへん時もあるんかもしれませんね。なんの最後最後年伝説みたいな。めっちゃ聞いたことない種類の悪口やな。嫌いっていう感情が伝わってけへんけど、こんなに出てくるっていう。嫌い、いや、だからそうでしょ、嫌いやん。嫌いっていう感情はあんまない。でもひどいこと言い過ぎてんねん。好きやし、もう舞台でも散々何回も助けてもらってますよ、山ほど。ほんでごちそうファンもごちそうになってるし、お笑いのそのアドバイスもらったりもありますよ。ただ別に僕はほんまのことをただただ今ここまで20分ぐらい喋らせてもらった。でもありがたいアドバイスしてくれ。そう、売れないとかは主観やんで、応援しないまで。いやいや、ただまあ売れない人の地元のもんなやつと一緒。ただ売れない人のアドバイスとして聞いてるだけですけど、僕はあくまでそこは位置づけはね、鵜呑みにしたらこっちがきついですからね。きつい。そのニューヨークさんから言われたら、あ、なるほどって僕は思いますけど。いや、そうなんですね。とんでもないやつじゃねえか。とんでもないやつやわ。とんでもないやつ組んでるよ、マジで。じゃあニューヨークさんが東京おるから、大阪おるって言ったら同じこと思ってますよ。思ってないやん。思ってる。はぁ、とこないけどな。まあ、いいです、まだ別に。ね、こんな今日こんだけいっぱい言われて、それ疑う気持ちも分かりますから。まあね。ちょっと取材する前に。僕がモンスターやとしたら、しんべヱさんがモンスターですよ、それは。ケツ曰く、しんべヱさんは喜ぶんやろ、ニューヨークの。ほんまにそれって。それ超越してない、お前大丈夫。いやいや、超越してる内容って。何が喜ぶ、超越してる内容ってない。いやいや、結局なんか、このニューヨークの、ね、向こうからニューヨークのファンが見て、うん、俺の知名度上がってる、俺でニューヨークが笑ってるってことは、うん、まあ、ファンの中でもおもろいってされんねやってか、塗ってポジティブに考えて、しんべヱさん的にはそれは得意。プラス？プラス？はい。腹立つならへん。ならへん。だから、まだキスからな。その辺痛いからちょっと上げるんですけど、逆にだからそこでもう、怒ったら僕言いますよ、じゃあ。そこで初めてしんべヱさんの、ちょっと悪口じゃないけど、そこで。いや、もう悪口言ってるって。そこで初めてしんべヱさんにとって マイナスなことが伝わるかもしれないですけど、今現状しんべヱさんにとってマイナスなことは一個も言ってないし。なるほど。はい、もしじゃあ、楽屋とかで、
ケツお前あれニューヨークですのあれどういうことみたいな、飛んできた、どうさん。いやあの、いやちょっとあのみんなが売れへん、どういうこと売れへん、売れへんって。いやいや、それは、それはいや、ちゃいますよ、思ってないですよ、それは。ダサパフォーマンス、パフォーマンスです。ダサリミリマクこっちの方が受ける空気やったんで、リミリマクそんなことない。一応あなたって俺らのせいにしてるやん。マジやばいやつ、お前俺らが笑ったから言うたことになるやん。マジやばいやつ。それは番組のせいですよ。番組のせいっていうか、いやそれは僕らはね、みんな盛り上がるために僕も言ってるだけやから。いやただそれ、いやパフォーマンス言ってるだけですよって言ったら新兵さんに対しては盛り上がるんですよ。あー本人に常に盛り上げたいやん。いや、し僕、しめさんも別に傷つけたくもないから、あの、いや、それ売れへんって言われたら、それ傷つか、嫌な気持ちになるじゃないですか、絶対。なるよ、なるよ、なると思う。どんだけ、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 一番心配。だからそれは、だから本人がだから言ってないっていうことが現状です。だから言わないです。けど、まあ、あえて言うなら、こういうあのメディアのフィルターを通して、うん、まあ、こうやって言って、しめさんのことをお笑いにしてあげてるっていう、うん、僕のこの優しさと、僕の、あの、粋な芸人魂。優しさって怖いねんな。ちょっとガーシーとかと違う感じが。確かにな、ケツは。確かに。あ、じゃあ、こうしましょう。ケツ。ケツ法。ケツ法。いや、ちっちゃい、クホや、そんなの。そりゃそうやろ。で、今、そのガーシー法みたいな一列おらんで。じゃあ、怯えへんで、誰も。じゃあ、やります。あ、じゃあ、やりますってのは、あ、じゃあですよ。じゃあ、これを、あの、YouTube 乗っける前に、しんべさん一回見せて、じゃあ、これ乗せてもいいですかって、じゃあ、聞きます？いやね、しめさんがアカウント自体にやめましょう。じゃあこれ載せてみましょう。いや絶対言わんって、それは絶対いいって言わん。それはいいっすよ、別に。まあ、あ、そうか、確かに論破されたかも今ので。はい、多分しめさんはこれを載せんだと言わんわな、見せた時に。だからこれ別に載せんなくて寒いとかはないですよって。じゃあ僕はそれも、あ、釘刺して上で、はい、別に、ほんまに嫌やったらやめてください。え、それ載せんなって言われたらもちろん載せへんし、ケツも言わんね、どこでも載せんなって言われたって。あ、それは言わないですよ、その、お、うん、あ、言わん、言わん、言わん、ここでニューヨークのチャンネルで喋ったら、しんべさんに載せんなって言われたんですわって言わんね、と。だからそのニューヨークさんが欲しがった場合。いや、これは分かんない、その、この場の、この場の全く欲しがってなかった、欲しがっているものによりますよ、それを。いや、欲しがってなかったからね。でも、それを言うってことは、しんべさんもそれ事実やから、まだ僕は嘘を言ってんだら、だからきついですけど、ほんまのことしか言ってないですよ。人の金取ったり人を殴ったりするやつが、うん、ね、それはじゃあそいつがやってるやんってことです、うんうん、言ったらそいつが悪いやんって。だからみんなに惹かれたりとか、うわって思われることをしんべさんが発言したら、もうそれはしんべさんの、うん、責任やし、でも方がわざわざ言わないし、だから、うん、ただなんか言った方がいいかもしれん時は言うかもしれないでっていうことだけ覚えて帰ってください。俺ら、はい、俺らに覚えて帰ってください。はい、これが僕らから今日の手土産。知らねえよ。俺を巻き込んどいて。日本の社長からの手土産はこれです。辻君も入ってるやん。ケツと辻。ケツと辻。ケツだけ。はい、あ、もうありがとう、ほんまありがとう、遅まで、遅まで、遅まで、めちゃくちゃだよ、これ大丈夫ケイツのファン、大丈夫死んでたの話、20分めっちゃ面白かったわ。ミリオクさんがゲラゲラ笑うからです。人のせいすな。